どうも皆さん、こんばんは。オキワン・ケノービです。水曜日の夜、いかがお過ごしですか？今日は皆様に私のフォースの力をお見せします。どうですか？デススターが動き出してしまった。そんな時はふん、こいダンバイオーラギリダブワス。見事デススターを破壊しました。それでは今宵も NGC のお時間です。フォースと共にやらんことを。チーン。どこにあのシベルシーンが、そっちかい。見事に失敗しましたよ。失敗？成功したんじゃないの？あと3秒早くデススターを起動できれば、持ち上げたって言えばよかった。そしたら上がった途端に音が鳴って、うん、濃いナンバーインデシューズバーだった。残念でしたが、まあ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 、惜しかったね。85点。嘘、誰？わかんない。人さんは多分見てんのか知らないけど。ダメか、来ねえかな。さすがにこれには点数つけないか。他者だし。あ、何もないですね。ほーら、お、すごい、おー、すごい、ほら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 、うめっちゃー。おー、すげえ。私はデスターを自由自在に操る。伸びたり縮んだりする。うわっ。うわ、結構良かった気がするんだけど、どうなんだろうな。これぐらいやれば良かったですね。ああ、そうね。そう、ちょっとグイングインってやるのがベストだったね。そうね。あとね、釣りじゃなくて格好、こうかな。はあ、デスターが動き出したもん。こう左右でこうやったら良かったね。という感じ。はい。ということで、皆さんこんばんは。こんばんは。オキワン・ケノービこと沖塚ずゆきです。江戸さん・ケナーシこと江戸さんです。今日もこの二人でフォースのご加護のもと戦っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい。心の汚い人には糸が見えるという手品です。なるほどね。心の汚い人にはね。いや、 NGC 視聴者はそんな人はいませんよ。うん、いないか。じゃあ、うん、ロマンが足りない人には糸が見えてしまう。そうですね。ロマンを、ロマン感じていただき、はい、はい、うん、やはりね、壮大なスペースオペラですから。そうですね。そうですよ。そうですね。皆さん信じましょう。フォースの力を。フォースの力を。力を信じましょう。フォースと共にやらんことを。やらんことを。はい、もうなんかなんだかんだで、でももう12月20日に上映開始ですからね。来週か。はい。スカイウォーカーの夜明け。ああ、来週か。あんまなんか盛り上がってる感じしないんですけども、もうめっちゃ汗かいてるな、これ。めっちゃ汗かいてるな。まあね、ちょっと
いざこざがあったじゃないですか、言ってしまうと。何ですか、どこの、なんかシナリオがみたいな、あの出ちゃってっていう。あ、そんなのあったんですか。嘘、なんか eBay かなんか出品されちゃってみたいな。へえー、知らんかった。うん、なんかそういう事件があったりとか。まあ、嘘でしょ。そうなんだろうね。まあね、役所のハードディスクもね、流出する時代ですからね。そうそう、ね、何が出ていってもわかんないです。ひどいねそれ。あれすごかった。なんだっけな、2万8千個かなんか流れたっすよ。うん、うん、そうね、全部12テラでしたっけ。そうそうそう、テラって怖いね。テラって怖いなって。あ、ちょっと ね、いや恐ろしいですね。動画だったら、うん、そんなないかもしれないけどね、文字データだったらすごいよね。うん、すごい数ですよ。そうそうそう、そうだよね。うん、どんだけの個人情報が流れてしまったのか。ジェダイの時代にはそれは大丈夫なのか。ジェダイの時代、おっと、ジェダイの時代に俺がジジイ、ジェダイの時代のジジイに乾杯。さすが、さすが攻めていく。いや、なんのこっちゃい、なんのこっちゃい、なんのこっちゃいでございますけれども、はい。私もどうしようもない、うん、あのね、セキュロの時と違ってね、なんでしょう、クリアをこう、はい、すごいね、うん、あ、なんかすごいこう、うん、ハードルが高い感じの状態じゃないですから、うん、意外とこう緩くやってますけども、うん、まあ、でもセキュロよりだいぶ落っこちてる感じはありますね。セキュロむしろそんな落っこちねえぜ。そうですね、落っこちんだけど、あのちゃんと、うん、ボタンを押さない限り、そのまま落ちないですからね。ボタンを押すと落ちちゃいますけど、うん、ジェダイは落ちるから。そうじゃなくて落ちますからね。そう、それ考えると、うん、青木さんなんかすれちゃってる。あ、なるほど、ここでいいよ、ここでいいよ。ジェダイマントで、うん、こっち、そう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 、ジェダイマントについて、ジェダイマント、ジェダイロープ、ジェダイマント、うんうん、すいませんね、はい、まあ、ということでですね、今日はですね、うん、まあ、先週の続きです、完全に、うん、うん、新しい星に向かう、新しい、なんだっけ、セボ、なんだっけ、セボイ、セボイだっけ、かなんかに、ヘポイ、ヘポイ、ゼフォ、ゼフォ、惑星ゼフォに向かう、惑星ゼフォへ向かう、うんうんうん、という形になっております。そしてジェダイオーダーを復活させるのじゃという、そういうことですね。物語は進んでいきました。はい、ですので、はい、岸さんは果たしてジェダイオーダーを復活させることができるのか、できるのか、乞うご期待、はい、というわけでゲームプレイに行きましょう。もう早速始めていきましょう。旅を再開、旅を再開する、旅を再開します。はい、やばい、どれ、真ん中、ボガーノ、はい、そう、ボガーノだ、ボガーノね、宝物庫にね、はい、古の時代の記録が残っておりました。残っておりました、はい、そして惑星ゼフォー、ゼフォーへ行けと、行けわけです。ゼフォーへ行け、大丈夫、あるね、お、うん、ちょっと遠いね、それごとググってやりましたね。小江戸さんにお土産です。え、江戸さん、元気になるようにエイリアンエナジー。ジョバニが一人で今しっちゃかめっちゃ走ってる。うう、プルプル、初めて見たこれ。有明海のエイリアン、あいつか、有明海のエイリアンが入っているらしいです。いるね、あいつ、名前忘れちゃった。成分表に書いてありますか。ね、ワラスボ、ワラスボ、そうそうそう、セガさんがね、エイリアンアイソレーションの時にね、うんうん、ワラスボコラボしてるんだ。おエイリアンの元になってる、パッてやってて、元になったの、本当にそうだ。エイリアンの元ってワラスボなんじゃないの。顔めっちゃ似てるなと思いましたけど、うん、あれ俺そうだと思ってた。ねえ、そう、うん、割烹着でいいんです。割烹着のままなの。割烹着じゃない方がいい、わかんない、新しいのにしてもいいのよ。新しいの手に入れましたっけ、うん、何個か、まあ、3つぐらいあった気がしたんだけど、どれだ、うん、元ネタではないんだ、似てる、似てるだけなんだ。どれだ、スケールツリー。そしてですね、今日ね、お弁当が届いてないので元気ないので飲んでいいよ。いやいや、僕いいです。すごく怖いんですけど。どんな味なのか。元気に、元気になるんじゃないですか。本当に、うん、うん、ちょっとじゃあの炭酸ではないのか。炭酸っぽかったですけどね。あ、だ、炭酸飲料って書いてある、うん、なんだこれ、初めて見る。糖類ね、まずね、ブドウ糖、液糖、砂糖、水飴、ここでできるんじゃない、ワラスボエキス、酸味料、香料、着色料、紅花、カラメル、口なし、
アルギニン、カフェイン、ギャバ、ナイアシン、V、B6、V、B2、あ、ビタミンってことか。ビタミンの V ですね。V だね、うん、はい。ビタミン B6 と B2 がついてるのね。あ、ついてる、入ってるのね。あの、割烹着以外もそんな変わらないですけど、うん、確かに変わらないですね。割烹着が一番派手かなと。あ、出てはあるね、思っておりますので、うん、今のものち危険なんだけど、これなんすか。寝れなくなったらどうしよう。大丈夫でしょ、寝なきゃいいんです。やだよ。なんてこと言うんだよ。寝なきゃいいんです。ちょっとだけ飲んで。あんたが言ってたものを見つけた。お、そうみたいね。急にシアと中心を始めました。これダメなやつかもしれない。これシアはですね、ジェダイオーダーを復活させたいのって言ってきた、ちょっと目の大きい女性です。元ジェダイだそうですよ。そうね、ちょっと滑り落ちてしまったんだが。いや、いいんじゃない、戻るだから。あれ、やべえ、いきなりこいつから弾けるよ、弾けるよ、このゲーム。おわ、すげえ食らってる。回復回復。あ、うまく捕まった。うまく捕まった。これはダメか。いや、生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる。頼む頼む、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる。頼む頼む、まだ生きてる、まだ生きてる。ちょっと、ちょっと待って、技とかも何も使ってない。あと1回回復で使える。おっ、ああよし、回復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 。全力で逃げる世代だよ。危ない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 。いや、マジ逃げないとやばいっす、これ、うん、どこだどこだ。それ戻る戻る。登って休息したいんです。そうだね、一回休息した方がいいんじゃない。あんな滑ってきてたけど登れっかな、うん、登れることは登れるんじゃない。このぬかるみを、うんうん、ぬかるみを。おー、いけた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 、よかったよかったよかった。危ない危ない、早かったなぁ。あっという間にフラグ回収しとったな。いや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 、あいつをだって、うん、倒せるようになったとは言えないでしょ、先週。うん、まあまあね。先週どうやって、まあ単純に赤くなったら、まあその回避して横から切るでいいんじゃない。これを使う、ね、ああ、それもあったね。 X ね。そう、ちょっとフォースの力使っちゃうから。あとフォースの力でゆっくりさせられるじゃん。そうなんですよ。覚えてない、これでしょ、それもうフォースあんのかね、今フォース使いすぎる。あ、あるあるある。来た、オッケーオッケーオッケー。今のすいません、ちょっと横から横から。もうフォース使い切ってますね。 うん、早いですね。さっき使い切っちゃいました。すいません、切ればいいのに。うおー、ナイス。危ないよ、短い、避けた。うわ、そう、それガードできないです。ちょっと待って、おじさん、回復しないと。回復しないと。危ない危ない危ない、大丈夫大丈夫。慣れていくから。危ない、ああ、決まった。うわ、食べないで。生きてはいる、生きてはいる。こんなゆっくりなのにね、こいつね。さぞ皆さんイライラしていることでしょう。いや、まだね、もうイライラとかっていう話じゃないんじゃない。前回はあの、うん、壁走りを覚えただけの男ですからね。うん、危ない危ない危ない。よよ、これでフォース、いや、今点滅しちゃってるから無理だ。あー、しんどっ。フォースフォース、やばい、これはやばいぞ。今日復活しよう、何も進まない気がするぞ。復活しよう。はい、何ですか。スキャンをしたと思う。スキャンしたと思う、はい、うん、スキャンで。あ、なるほどね。敵の情報を見る。うん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 。もう、うん、データバンク。ボガーノ。動植物。ボガーノの動植物。ゾワー。動植物じゃないか。敵。キャラクターじゃないよね。名残、研究者。戦術ガイド行ってみてもらっていいですか。ボガーノ。ああ、これだ、オグド、これだ、うん、フォースの技とライトセーバーの組み合わせで舌を切断できる。うー、極めて危険、ライトセーバーに耐性を持つ、うん、
オグドは極めて危険度の高い頂点捕食種でボガーノの食物連鎖の最上位に位置する、うん、長さ8メートルに及ぶ粘着性の下で攻撃して獲物を絡め取り自らの口へと引き込む。この特異的な攻撃手段は多くの敵に対して有効である。対比は非常に厚く、うん、真っ向からのライトセーバーの攻撃にも耐えうる。近距離では極めて危険でジャンプで標的のすぐさまで距離を詰めてくる。なるほど、ね、強いやつだ。だから舌を伸ばしてきた時にちょうどフォースで動きをゆっくりにして切れと、切る、舌を切れと。すげえ、そんなことできるんだね。はは、ちゃんと弱点を教えてくれるんですね。素晴らしいですね。なんて親切な。あ、というわけで、はい、フォースを無駄遣いしないようにして、しないようにね、うん、行ってみよう。おー、まずね、うん、まだまだまだ、来たか、間違う、来ない来ない、赤くなったらですね。来いよ、ほら来い来い、あっしゃ、止めて止めて、ここで切る。いやー、全然間に合っていない。遅い、やべ、フォース足りるかな。切るとね、一応フォースが溜まる。はい、来た。なんで？さっき倒…殺されたやつに切りつけると回復するんですじゃん。そっか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 、ロストチャンスだったのか今。それ違うやつだ。オッケーオッケーオッケー。はい、おーいいよ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 、よしよし、戦えてるぞ、戦えてる戦えてる。今までになく…ガチャッ、切れた、捕まって。嘘だろ、フォースが切れた。フォースが…やべえ、フォースが切れた。このパダワンひでえぞ。フォースを回復したいんじゃ。このパダワンひどいぞ。フォースを回復したいんじゃ。スティムだスティムだスティム。ちょ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 、天性だよね、これ。ちょっとフォースがないとだってもう無理じゃん。ただただゆっくりにゆっくり下に捕まっただけ。おかしいな、おかしいな。舌を削れてはいるけどね。舌を切り落とすはずだった。そうだね、今のでいいんじゃないの。2発切って下がるでいいんじゃないの。またそんな、だってせっかく弱点。じゃ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 、切れ、切れ、あれ切れない、あれ切れないんだけど、あれ倒した、当たってないっすって。当たってない、うん、あんな真横で振ってんのに。ロックオンをって本体にしてたからってこと。今近く根元から切るってこと。ああ、そう、こいつ、こいつ切れるのは間違いなく切れるわけね。ああ、こいつ、うわ、重い、重いぞ。ブヨブヨする、ブヨブヨがひどい、すげえ、ブヨブヨがひどい。さすがエイリアンウェア。これはエイリアンウェア関係あるかわかんないけど、グニョグニョになる。うん、ちょっと地図を見ましょう。下の先端を切れるんだって。そういうことだよね、はい、うん、うん、地図どこだ、地図、地図、うん、どれだっけ、こっちか、こっちだ、うん、うん、あ、そうか、ここにまで帰る、そういうことですね。こうで、うん、こう、ん、こっちも行ける。まあ意外とまっすぐ行けば行ける感じだから、まあ大丈夫じゃないですか。こっからこう、でもずっとロープを伝って降りてきたから、どうやって登るんだろうと思ってるんだよね。多分ね、ここが一番上の階層な気がするので、逆に降りていけんじゃねえかなって思ってるんだけど、違うかな。そんなそんなことできるかな。これなんかトゲトゲがある。あ、骨がある、うん、あ、これ、ん、なんかある、メカがある、これエレベーター感ある。捨てられた作業場、はあ、ってことは作業ができる。え、周り見てみる？なんかある？行った男があるとこか。なんか見覚えが、ここなんかアイテムあったような気がする。ってあったっけ？あそこ登れますね。あと壁走りで向こう行くか。どっちかだな。うん、覚えてる？はい、はい、これを壁走る。そうですね、そうですね、ダッシュしてジャンプで飛びつきます。ダッシュしっぱなしでもいいですけどね。いや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 、よいしょ。猫、猫、あれあれ、なんか来た。あ、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 なんかめっけたぞ。めっつけてる。どうした BD1、 BD1 かわいいよ。あ、誰、どうもよ。お、ゼホはある星に興味を持っていた。リノコルドバだ、うん、ダソミアだ。データをもらったから見えるようになった。不思議だな、
れほど平和を愛する文明が、あのような暗黒の地の何に惹かれていたのか。ゼーフ。はあ。ピロリ。どうした？ダソミアの発見。行き先がアンロックされた。この先に行けって行けるってこと？おいた、ショートカットね、はいはい、あ、なるほど、あ、あ、あ、しかも当たった、当たった、やった、瞑想しよう、オッケー、オッケー、ここが開いたのか、帰り道だからうまいこと開くんだね、じゃあね、休息したい休息したい、そうだね、体力もスティームも1個しかなかったからね、戻りましょう、はい、で、ダソミアフォースを使う魔法使いナイトシスターの星、ダースモール教の故郷でもある、だってダソミアが、うん、ああ、あの溶岩のどこか、帰りは早いはずだ、あ、それはムスタファーか、ムスタファーじゃねえけど、ダソミア、うち違うね、ここの先結局行けなかったやん、行きたかったやん、あ、行けてなかったんだっけ結局、そっか、で、回り込んじゃったのか、そうやん、じゃあ、今の大きさなら行けるんじゃないか、もうフォースの力を覚えた大きさなら、きた、こういうことや、素晴らしい、何なんだ、何なんだ、分からん、弾、弾だね、あそこにアイテムっぽいのかな、これ、怖え、これは止めていくしかないんだろうけど、あ、え、あ、そう、なんだ、死んだ、あれは一撃死なんだなるほど、止めてたのに、止めてたけど、うおん、変わっちゃったら一撃死なのかな、嘘でしょ、っていうか多分、その池みたいなとこがそもそもダメな気がする、いや、そう、そのプロペラの上飛んでけってことかい、あ、違うな、捕まえるな、うん、捕まえるとこあるね、え、そこに、いや、右に行ける、いや、行けねえな、危ない、危ない、死んだうん、それも奈落判定ですね、穴はダメですね、ここ行けねえな、いや、いや、無理でしょ、またでしょじゃあそっちはダメだね、そう、じゃあ、ならばどこかって話だな、これ、うん、伏せ捕まる、捕まれない、だと、ただその壁って走れる壁か、もしかしてあんな遠くまで、うん、走ってみる、いけるいける、よっん、違うのか、回復する、回復がいるせいで、このラインって違うのか、俺それなのかと思ったわ、やっぱこの上飛んでくの、飛んでくのか、羽の上よってこと？あ、いや、いけたぞ今。なんで？さっきなんでダメ？あ、お客さんあれか、フォース解いちゃったのか。さっき。フォースが足りないってこと？フォースを解いちゃったか。ちょ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 、今すげえことになった。大丈夫か？巻き込み以上ですね。巻き込み今のやべえぞ。正しいカリオストロの城の空。あ、そうね、そうそう。伯爵の倒したかったやつ。エコを読み取る。危ねえっていうか当たってたけど。例のジェダイはここで球体を調査してた。今でも興奮を感じる。球体を調査してね。シークレットでもう2つ手に入れれば、うん、あれですよ、フォースの最大容量が上がる。ほうほう、うん、これ完全にデススターを研究してますよ。そうだね、うん、これはデススターですね。これはデススターを研究してます、ね、攻略法を考えてたのかな。設計図を、またジャンプしていけんのか、死ねばいい、死ねばいい、あ、いや、なんかあるぞ、アクション、スイッチを切る、あ、なるほどね、フォースの無駄遣いをしなくて済むので、特にない、これ言い訳なんだよ、登れる、いいじゃん、戻る、その上は何もない、あそこね、うん、この上のこの球体は何だ、デススターの模型じゃないですか、模型か、うん、なるほどね、研究してたからね、止まらない、止まんない、止まらない、止まらない、じゃあ戻る、戻る、え、どうやって戻れない、戻れないんだけど、もう、え、じゃあ上に行くしかない、上に行くしかない、これだ、うん、あ、で左行くのか、そういうことだ、そういうことだ、お、お、困ってるよ、あれ違う、あ、で、こっちに飛び、打つんじゃない、左に、よ
そいっ、怖えしょ、怖え。それ当たんじゃない？いける。いや当たるでしょ。いけるってなんでいけるのよ。いけねえよ。いけると思ったんですよ。遠近感。いけると思う。遠近感って知ってる？お苦手なんですよね。それは止めなきゃダメだろうよ。いいよ。フォース、うん、下止めちゃった。危ねえ。よいしょ。オッケー。怖っ。これはメテオもアーグニアもびっくりだと思うぜ。これで、あのさっきの大きいカエル、うん、右側にいましたよね、確か。ライフがでかいやつね。そう。いたね。なんかもらえるやつ。もらえるやつね。もう倒せるでしょ。うん、倒し方分かったし。体力ないけど大丈夫。大丈夫でしょ。ああ、スリーポイントあったっけ？大丈夫でしょ。あったんだったらいけるか。ないかもしれないけど。ないかな。あれ？そこっちじゃない？その左。そうそうそう、あそこあそこ、あ、これこの洞窟、うん、頑張るってみて、頑張れるや。倒してみたいけどね、確かにね。なんかアイテムくれそうでしたしね。そうだね。スティムがいる、もらっちゃおう。いい援護だ。うわー、よか。まあ、うまくフォースを使えばいけるかな。おい、いやーじゃねえよ。おい、もうダメだ。うまくない。うまくないな。全然ですね。うまくない。全然ですね。そう、うん、メテアグの方がうまかった気がする。やつらはゲームやってるからね。当たる直前にパリ、うん、そうね、パリでもよかったかもしれない。こいつ本当 パリできるの、こいつ。また始まった。また始まったぞ。サイズ感が合わないから心配に。さ、赤い攻撃はパリできんの？これ赤いのはできない。赤いのもできる。できない。できる。ああ、なるほどね。で、うん、赤いの以外はパリできる。そう、はい。で、できるよ。いや、タイミング次第。サイズが合わないからさ、うん、で、なんだっけ、ジェダイマスターだから、うん、ちょっとそのパリのタイミングが短くなってる。シビアではある。そうそうそう、うんうん、っていうのはある。なんかロードが長い。なんてどうした。あれあれ、こんなにロード長いゲームじゃなかったんだけど。ああ、びっくりした。遠いのかな、遠いのかな。いや、すぐそこでしょ。あ、ここだ。うん、お、あと2回チャレンジしてダメだったら、はい、ゼフォ行こう。先に進みたい。先に進みたい。ちょっとね。いや、あいつを倒したいのは、倒したい、うん。できれば倒したい。ここ、今、この回で。うん。そうだな。うん。おきさんも、そう思っているはず。そうだな。うん、先週、本当はこいつを倒して終わりたかったくらいだったからな。そうそう、本当はね。うん。しょうがないな。うんうんうん。さあ来た。おっ、下来た。パリできなかったよ。パリが止めて、ほら、先に飛び。あ、死んだぞ。おい、早いな。早いな。全部か。前段か。全部のせいでした。全部のせいでしたね。またロードをちょっと待つことになります、ね。飲んでみる？飲んだら倒せっかな。な、ほんとね、すげえまずいとかじゃないけど、早かったな、今回。どう？なんか、うん、おいしい。おいしい？うん。ガラナ風。ああ、そうだ、ガラナだね。うん。どっちかっつうと。聞くもはや迷子なんですよ。早くね。こっちだ、こっちだ。早くね。ここね。こう。いや、セキロそれやってたけど、ゲームが違えば、すべてが違う。それがギツカズキ。コントローラーにないな。コントローラーですね。360コントローラーはどうしてもちょっと戸惑うのはあるかもしれない。で、単純に記憶力が悪いだけ。あ、あれ？さっき倒したのはボグドで、うん、こいつはオグドボグドだから。ボグドのボス。そう、だからやっぱ強いから。そもそもね。あ、いいぞいいぞいいぞ。これ避け、避けた、ナイス。いや、避け。まあまあまあ、これ避けよう、避け、避けられなくて死んじゃうんだね。え、あれ、そっか、あの突進、赤突進はほぼほぼ半分以上持ってかれるのか。強っ。もう一回だけチャンス。生き返れない。もう一回だけチャンスあげよう。生き返れ。うん、あのスティーブ・ファックスすら一回も使ってないからね。
あ、じゃあ、あ、なんかジョバンニからアドバイスが。何ですか。右。はい、うん。これ。あ、本当だ。本当だ。あ、わかった。そういうこと、え？なんすか。いや。ほ、はい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 。で、ツタに捕まって。これ飛ぶの？飛ぶだね。はいはい。怖い。上に行く。怖い。なるほどね。上から、うん、上から叩き切る。あ、なんかいるけど、まあいいや。絶対穴開いてんだろう。あー、来た。お、これだ。これだ。これで奥さん、奥さんこれ倒せるよ、これ。いる？半分持ってけんじゃない？あれ？ほら、奥だけど。いないじゃん。もう一個奥に穴ある。まさか。あった。ここじゃ。しかもショートカットもある。来た。来た。ここまで。いや、怖え。ここにして。怖え。ここできる？よ、あ、ここできるかな。これでジャンプしてきた。半分持ってった。でもでも赤突進だけは食らっちゃダメだよ。それ食らっちゃダメだよ。ナイス。三発やめといて。怖い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 ね、怖いね、怖い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 。あ、これは食らっちゃダメだってのに。自分から言ったよ。そう、自分から言ったよ。当たるのか。ちょっともうコメントがこれは勝ったなって言った瞬間にやられとったわ。嘘、うん、嘘だろー。スローしながら食らうっていうね。そうだろう、ゆっくりにしてもダメなんか、うん、そうか。ゆっくりにしてもそれ余計だけ食らうわ。そうか、そりゃそうだわ、うん、ゆっくりだったら大したことないと思ったのに。そう、遅くしても威力が変わるわけじゃないではないんだな。そうそうそう、避けなきゃダメなのか、うん、そう。走ってる車に衝突しに行ったようなものっていう、ね、威力は変わらない。威力は変わらないですね。お気はの流すたれるぜ。あれあれ、こっちじゃない。あ、いや、奥だ。もう一個穴いっぱい開いてるな。そうだね、これだ。今度ロックオンさえさせてもらえない。とにかく正面から攻撃しなきゃいいと思いますよ。一個だけ、もう一個だけ。オフィスゲームやってるのジャンプなんで回避はない。 A だから、はい、B で回避。ステップすれば大丈夫なの、はい、割と飛距離が稼げる。本当かな。タイミングさえ合えば。よし。やっちゃう。ロックオンもできない男になりました。よっ、いたさあ行こう。ジャンプからの、はい、で、すぐ避ける。よいしょ、そうね、うん、いいよいいよ。で、すぐ避ける、すぐ避ける。おー、ナイス。危ないよ、避けた、うん、あー、危ねステムだ、頼む。ステムだ、もう回復してるとか、うん、ステムだ、来た、危ないよ。危ないよ、危ねー、死んだかと思った。来るよ、来るよ。ダメだんじゃん、ダメじゃんじゃん。遅い、遅くしてからステップで避けなきゃ無理。タイミングもあるとは思いますけどね。くそー、なんてことだ。これだけで終わってしまうのか。いや、まあ、まだ嫌だ。まだ時間あるけどさ、ゼボ行きたいんだ。ゼボ行きたいけどさ、ゼボ行きたいんだ、うん、フォースと共に会ってくれよ。フォースは心を沈めなければ。そうでしょ、危ない、ダークサイドで落ちるところだった。そう、ダークサイド、今ダークサイド落ちてますから。完全に僕今暗黒面に落ちてました。うん、そんなクソなんて言っちゃいけない。もうなんかもう、うん、あんまりあれですもん、いつも拾わないあの、うん、ハンドルネームの方が、うん、いや下手くそだねって。カリッカリさんが、カリッカリさんが、カリッカリさん、俺初めて甘んじて受け入れよう、うん、僕は下手くそだ。いやー、下手くそだねーって、すごいこう、うん、そうだぞ。だって、うん、だってそれ以外コメントできねえよな。今んとこ何も起きてないですからね。何も起きて、何も、うん、何も起きていない。ただ下手くそな状況を見せられてるだけですから。そうだね、しょうがないね。それはしょうがないね。こればっかりしょうがない。こればっかりしょうがないですね。ちょっと、うん、言い訳できないですからね、これね。うん、間違いない。うん、甘んじて受け入れ。しょうがないよね。面白い。あ、ニコニコからね、横に、横にっつって。横でしょ？うん、横に、そうそう、円を描くようにこうね、
回って回って、そうそう、正面から戦っちゃダメっていう、もう正面向いたらすぐ逃げようと、そう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 、それがいいと思いますよ。よく1回で、1回で行った、1回で行ったっていうところに、横に横に来た、コース遅い、遅いんだよな、危ねー、あー怖い、 B1 来た、危ねー、避けてた、当たってない、あー危ない、生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてるけど、次次トシいくら足してるからね、でも半分減ってんだから、減った、それはあれか、でもあの印刷したからか、これ避けて、危ない危ない危ない、よダメです、近い、それダメです、近いともうダメなんだ、近いともうダメだ、転がりじゃなくて多分横に走っていけばいける、あ、避けるかもしれない、それだったら今のだと、俺の苦手なスティック押し込みですね、スティックを押し込まないように、まだまだ恋のよの練習してきた僕はもうスティック押し込んでいいってことですね、押した方がいいですね、押した方がいいってことですね、力をいっぱい左スティックを押し込むで、離れてるときは逆に、うん、突進の距離からより離れやすいから、うん、斜め後ろに下がってしまえば多分当たんないですよ、今見てる限り、冷静だマスター、だって見てるだけだもん、マスター冷静だな俺見てるだけだもん、そこです、そこです、左です、あれそうですもう全然3つしか穴ないから、うん、全部一緒に見えるよし行くぞ、はい、今度こそよいしょ、まずはね、で避ける、はい、でこれを、そう、遠くだったらだいぶ、そう危ない、あ、これ、あ、や、無理です、危ないですこれは、左に避けないの、オープンで、今避けないの、ちょうど多分転がりの最初に無敵時間あるかな、これ、このゲームのって、危ない、ありそうだな、今それで避けた気がするな、偶然だけど、あこれ回復を2回しよう、頼む、もう1回しよう、頼む、怖い、頼む、早く戻った、危ないよ、危ない、正面だダメだって、横から攻撃するんだ、来た、じゃあ避けて、避けた、2回でいいよ、危ない危ない、もうだめ、あとちょっとだから、あとちょっと、やったバフ倒した激戦おー、すげー経験値もらった、強かったってことですよ、超強かったよ、もうほら親指がもうスティックの形完全にスティックの形になっとるわ、ちょっとそれすげー、よしよしよし、これですよ、これエコーを読み取るぞ、今すげー、ちょっと写真撮らせてみます、めっちゃ震えてめっちゃ震えてやばい、ダメですよ、僕の指紋がピントが合わない、流出してしまうから、そう指紋流出やばいね、ライフエッセンスを2分の1ゲット、うん、3分の1ゲット、あと1個この装置を操作するにはスコンプリンクの修理が必要、うん、まだ足が壊れてる、なるほどね、よし行くか、あ大変だった、あ激戦、激戦も激戦だったね、ゼファー行こう、ゼファー行こう、ここ入れんだね、ほんとだ、いや、それ切れば切れるやつよ先週切ってたよ、これそうですね切りましたね、切ったよね、よくして落ちるのかと、おいしょ、いやおいしょ、はい、違う、うん、合ってるとりあえず戻ってるけど、うん、なんかブルしますね、ああ、なんだろう、何に反応してのブルーなんだろう、あぶね、よいしょ、はい、ここで戻った、オッケーオッケーオッケー、で、そこから来たんだから、あれ、今のとこさ、もう一回上登るのか、じゃあ、うん、上に登る、上に登ってショートカットっていうか、あの、なんつうの、この扉から来た、そうで、ということは反対でいいんでしょ、それで、多分その穴あんじゃん、これ穴、さっきのとこ、そこからほら、ジップラインが向こうに繋がってんすよ、わかる、ジップライン、これここ、あ、これこれ、うん、
だそれで行けばいいです。で行って降りたらこう行けると。そう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 。ほう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 。じゃあ戻るのね、もう一回ね。そうそうそう、さっきの上にもう一回行けばいいです。もういないから大丈夫。よし、もう戦わない。あ、本当だ、 BD1 が待ってる。あ、本当だよ。あれ、 BD1 もなんか喋れたりするの。あ、そんなことないか。え、え、どうと、マジかよちょっと喋ってみて、喋ってみて。十字した。ん？喋りません。十字キーしたでダメ？はい。あれ？あれ？肩に乗ってなきゃダメなの？そんな感じですね。ああ、なるほどね。じゃあ乗った時か。乗った時にやってみましょう。うまいこと言わんで。まさかね。下押したよ。あ、本当だ。よかった、問題はないって。なるほどね。ちゃんといるか。いいよ。なあ、BD、 聞いただけだ。BD、 確認したかっただけだ付き合い始めのカップルか。問題はないか。ならよかった。あ、喋ってくれ。聞いただけだでもいい。そろそろ怒って、そろそろね、そろそろ赤くなったら笑っちゃうよね、目がいいか、行けよみたいな。行けよ、うん、おしゃべりメガじゃないんだよそうそう、どんだけ寂しがり屋なんだよ言われちゃう。あれだ、これね、うん、あの左は関係ないのか。ち行けないもんね、多分、うん、あ、そうだね、危なそうですね。大丈夫です。うんうん、また戻ってくることがあるのかもしれない。あー、確かにマップを見たときに何分の何みたいなやつが全部取れてはいないから。ビリー行かないな。ビリー行かないぞ。あれ、いや、行けるんと。いや、BD が飛び移らないとヒュッて行けなかったでしょう。あれ、大丈夫、大丈夫、うん、信じる。おー、行けた。おー、怖えー怖えー怖えー、自動壁走り。おきさんにそういうことやらせないで、突然言っといて。急に壁パチ、びっくりしちゃうでしょ。リッキーをスティック倒しっぱなしでいけます。安心してください、皆さん。お、どうした、ビリー。あそこなんか、あ、なんか、なんか言ってる。スキャン、うん、ここスキャンする。え、ボグリングのトンネル。あ、それか。ボグリングのトンネルは複数の巣をつなぐことで捕食者に対する天然の防御システムを形成する。あー、なるほどね、ありがとう。じゃあ世界観の説明とかをいろいろ星ごとにしてくれるって感じだよね。うんうんうん。ここは足だね。うん、それはハッチじゃないね。ハッチはこっちだね。そこだね。ハッチこっち、こっち行ってますね、はい、あれ、あれ、勝手に動いてる。合格したようね。はいはい、なんとか。乗りなさい、中で話すわ。お願いします、はい、足を修理してやって。 BD-1 グリーズだ、グリーズ。なんだそれは。ソファーから降りろ。おい、俺のソファーだぞ。出てけ出てけ。彼は BD-1 めっちゃ仲間だよ。なんだろうと関係ない。まったくポトリオリの生地についた油染みを取るのがどれだけ大変だと思ってる。わからないな。なら、こんなドロイドよりわしらものを見つけてこい。落ち着いてグリーズ。すごい言い草だな。話してくる。宝物庫はゼフォーと呼ばれる古代文明が作った、イノコルドバというジェダイが中に物を隠した。それは何なの。アーカイブのホロクロンだ。ホロクロン、アーカイブのホロクロン。幼いフォース観能者のリストが入った。新しい時代を担うジェダイ、やっぱりよ。なるほど。ああ、コルドバ、あなたらしいわ。知り合いか。そうよ、大昔だけど私は弟子だった。なんと。ん、彼は一匹狼でボガーノを知ってるのは多分そのドロイドと私だけよ。また何がどうなってるよ。ホロなんだ。ホロクロンよ、記憶用媒体、ジェダイだけが扱える。へー。待って、ここに一つあったはず。あるんだ。あ、まあ、元ジェダイだからあるのか。ああ、これのことなの。これがホロクロン。フォースを使って。フォースじゃないと使えない。開くんだよね。私はマスターオビワン・ケノビ。おお、オビワン。残念な報告だ。帝国の邪悪な暗闇に。終わり。フォース観能者のリストがあればジェダイオーダーを再建して帝国を倒せる。残念。オッ
ケー、わかった。本物が手に入れよう。ただしそれは宝物庫の中に隠されていて、コルドバの足跡を失うのだとバレてしまう。コルドバはダソミアとゼフォーの故郷について話していた。で、どこに行く？飯にしようと思ってたからすぐは無理だが。食べたら行こう。そうだね。その前に一つ、聞きたいんだけど。なぜもうジェダイじゃない？そう、そこよ。気になってた。出来事があったのよ。出来事。私の心を変える。だから、フォースとの絆を絶ったの。独立した存在になったの。オーダーの再建したいと。オーダーの再建が帝国に対抗する最も確かな手段だと考えているからよ。あなたはどうなの？帝国から逃げ続けることはできないと思ってる。だから選択肢はない。カール、生きている限り必ず選択肢はある。一緒に来る？行くよ。おお、ダソミエかゼフォ、どちらか選んでくれ。選べんだ。ダースモールの故郷か。か、ゼフォか。ゼフォか。どっち行きます？複数の項目って書いてあるわ。これ選べるってことで合ってる？こっちか。あ、ホロテーブル。なんかちょっと話してる。フォースは今でも感じるのか？どうだい？ただし心を開かずに抑え込んでいるわ。なんと開けばいつでも使える。でもあなたは逆を目指して。粛清の前にあったことを思い出したんだ。苦しくても過去のかけらを見つけた。それでいいわ。フォースとの絆を取り戻す道よ。なぜわかるんだ？私はフォースを立って生きる意味を知ってるわ。ああ、続けてみる。なんかあれなのかね、暗黒に落ちそうになっちゃったのかね。手前でやめた。で、私は乗り越えられないと。そう、絆を立ってとかなのかな、わかんないけど。これ選べんのかな。さて、次の場所は。次の場所はゼフォーでしょ。ゼフォー。あ、ダソミア選べんだ。ダソミア。さあ、どっちですか。ゼフォー。普通に考えたらゼフォーでしょ。まあ、普通に考えたらゼフォーだね。ダソミア。ゼフォ、まあゼフォ行きましょうか、うん。メインミッションがマークついてるから明らかにメインミッションこのマークね。もうゼフォですね、うん。だからそっちは先に探索もできますよっていう感じでしょうね。もうね、そのまま進むことを僕は覚えました。お嬢さんの事件がね。もうお嬢さんの事件があってから、うん、あれね。先はゼフォだ。ゼフォに行けって言われてるんだからゼフォに行こう。うん。ダソミアおすすめって言われてますけどね。うん、え、なんだ、え、なんて言ってるんだ。ドロイドを使うやつの気が知れ。伝えたら彼は言葉がわかるわよ。わかるわよ。本当か？本当だよ。なんだ、今のは言葉のあやだ。ドロイドはちょっと怖い。難しいこと。なんでもでしょ？帝国軍みたいね。おわあ。置いてドロイドを迫害する。ハイパースペース。彼も私たちと同じなのよ。うん、うん、仕方ない。なあ、取り消すよ。悪かったチビスケ。許した。よし、到着だ。早っ。もう着いた。着陸するには自分の操縦席に座ります。そうか、シートベルトを締めなきゃね。うん、おお、台風だぜ。下はひどい嵐だぞ。今着陸するのはあまりおすすめしない。座れって言ったくせに、何かおかしいわ。外の風によって通信が乱されてる。コルドバは嵐の中心の平穏と言ってた、うん、ちょうど中心に集落の跡がある。なるほど。ならそこを目指すわ。真ん中だ、真ん中。台風の目的なね。頼んだぜ。氷の大地。うわー、なるほど。いいですよ、コントローラー震えっぱなしですよ。ちょっと揺れたくらいじゃ死にはしないぜ。この風で済めばね。済まないってことじゃない？フラグで嫌な予感がする。間違いない。スターウォーズ、そんなフラグを立てられたらね。こいつはなかなか難しい。おぉ、スターウォーズだー。スターウォーズっぽいね。いや、スターウォーズなんです、これが。来た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 。みんな着陸。お見事。すげえ勢いで着陸したな。完璧な着陸。うん、完璧だったよ。さすが俺様だね。けど通信が未だにひどく乱されてるわね。聞いてないね。女性にはしばらく時間がかかるわ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと行くしかないよと。ええ。終わり次第、すぐに連絡を取るわ。よろしく。これあれだね、雪のとこに行くから、うん、この割烹着だとカルちょうどいい。ちょうどいいっすね。あなたはボガーノでよくやった。隠れ身の、うん、待った待った。どうした？
どうした？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 あ、なんかまだ喋ってる。もうちょっと喋る、うん。これまでも大変な思いをしたんだな。ためましたね。そうね。けれど私を信じてくれた人たちを裏切ることはできないと思ったの。うん、あなたにもいるでしょ？プラウフ、ブラッカでの友人だ。おお。俺のために犠牲になった。あなたを信じたの。あなたはまだ見ぬ多くの命を背負っているわ、うんうんうん、進むのよカル。プラウフやみんなのために。わかった。 BD は頼りになる。あなたに懐いているみたいね。とても可愛い。こんな情報を託すとは。コルドバはよほどドロイドが好きだったみたいだ。コルドバは単に暗号データを保管するために BD を選んだのだと思う。そんなことないよ。探索ドロイドにはそういう機能が備えられているの。うん。でもジェダイは物に執着しないって言うんですからね。ああ、なるほどね。後で、今は考えをまとめているの。邪魔した。話すマークも出なくなった。あら。やばい、なんかあれだな。これもあるんですね。なあ、これは何だ？ベッドじゃない？羽？ほうほう。いや、普通は中に植物が。お前を銀河のあちこちに運ぶので忙しかったんだ。うん。俺に種を集めてきてくれていいぞ。自然は嫌いだと。外にあるのは嫌いだ。だけど分厚いアンバランガラスに収まってるなら、可愛いもんだろ。わかった。何か探してみる。見えるんですな。見つけたら持ってこいと。見つけたらね。そんなことできんだ。意外と広い。うん、パイロット、あ、違う。あ、瞑想できる。あ、そういうこと。あ、普通に、そっか、経験値ここに手に入ってたら、できますよってことね。ほう、足りません。そうですね。休息しときますか。休息しとく。うん、休息しました。そして、そこがあれか。ライトセーバー作れるのか。だよね、カスタマイズ。そのままでもなんもないですね。あれ、なんかなかったっけ。なんか取りましたっけ。なんか取った気がしたな。スリーブ、スリーブだっけな。わかんない。押してみれば出てくるんじゃない。ああ、一応なんか一個あるな。タバタバル。一緒か。そこ一緒。そこのここにあるこれだ。それそれ。勇気と知恵。なるほどね。勇気と知恵2をゲットしました。ジャロタバル。かな。なんかもう一個勇気と知恵を取った気がするんです。これか。これだ。うん。勇気と知恵。はいはいはい。で、あとは色だもんね、うん、はい、グリーンかブルーか青にしとこう。お、変えた。残しとこう。うん、よし。あ、うまくできたな。そんな声だね。行きますか。行きますか。それはさすがに行けないかな。行けなさそうです、ね、うん、よーし。普通にお話見ちゃうね、このゲーム。見ちゃう。なんか気になるね。ストーリーが気になってしょうがない。超気になってしょうがない、ね、うんうん、それパイロットっていうかコックピットです。さっきのおっさん、あれおっさんいないんだ。おっさんどこに行った。おっさんどこ行った。あ、わかんねえ。ここか。そこは違う。あれどこ。ここだ。あ、外にいるのか。え、いる。いや、いねえな。おっさんはいない。おっさんは修理しててくれ。あ、いた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 。あ、いた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 。普通に外で修理してね、よくやった。成功だ。偉いぞ。うん、怪我はないか。あ、お、キモい。こっちじゃない。何を見てる。誰と話してる。うん、俺の船とだ。マンティス、強そうだろ。クールだ。まあどうせ船を飛ばしたこともないんだろ。ないね。いつか教えてやってもいい。ジェダイの仕事が片付いたらな。安くしといてやるぞ。いつになるのやら金も取るのか。逃亡生活は危険だ。誰かをなくしたか。なくした。プラウフだ。俺のために死んだ。また勇敢な男みたいだ。俺とも似ている。彼はブラッカで生きる俺を見守ってくれた。文句も言わず。待ってくれ。ん、離れすぎたから今。あ、そういうことだった。俺か。それはまあ当たり前さ。何せ俺みたいに腕のいいパイロットがこんな優れた船を飛ばしているんだ。こいつはすごい掘り出し物なんだ。まあ言うほど安くはなかった。借金も買ったした。まあちょっとしたというか、まあなんだどでかいのをね。なんだ大丈夫さ、問題ない。あ、おい、お前はジェダイの仕事があるだろ。
早く行け。心配してないよ。お前か、驚かせないでくれ。何ビビってんの。意外と借金すごいのか君。いや結構いい船なんじゃない。だからね、うん、ハイパードライブ使えるんだったらやっぱあれなんじゃないかな。何やって稼いでるんでしょうね。いろいろやってるんでしょうね。さて、どこ行くの正解。マップ見た方がいいか。うん、あそこだね。ここですね。うん、こっち行くか、こっち行くか。そういう感じだね。まあ、行ってみましょう。行ってみましょう。ゴーゴーゴー。ああ、その山登って、山登っ、あっち旗があるの。左に多分扉があると思う。扉？それ。これが扉？それが多分扉じゃない。やっぱりそうだ。よく見えてますね。格納庫。格納庫だ。なんかありそうじゃん。とりあえず。ハッピーボー。どうした？どうした？ビディ。ボー。これ。これ。スキャンする。うん。何これ？何かわかったか。収納コンテナ。うん。え？壊れやすいものを運ぶための頑丈な収納コンテナ。外側は重い金属で作られ。おわ。なんかちょっと。ここに何か持ってきて入れて運ぶ。なんかちょっとだけ経験値に入ったから、なんかまあそういうこと。開くの？開かねえ。開かないな。からあ、これショートカットね。回ってきてここから帰ってくるんだ。あれ？なんかそこに、あ、まだ成果が得られない。通信のやつってことこれ？これ。スタンドルーパーじゃん。うん。あ、じゃあこれアイテムボックス。わかったよ。ああ、何かあったんだな。お、やった。ついに割烹着から材質ブラボー。ブラボーにいけるんじゃない？カスタマーイズ。あ、ブラボー。あれか。遠いね。うわ、どっちみち。うん。まあ、割烹着の方が基本割烹着なんだけど、柄が違うだけだね。うん。こっちはよくないですか。いやもうお任せで、あの置き椀なんでこれは、うん、ね、こっちの方がなんか似合いますね、うんうんうん、そうだね。そのまま行きたいと思います、うん、トルーパーは何でしょう。分からん。なんか通信してたから、まあほら前のところはさ、うん、原生生物だったじゃん、うん、でここは明らかにストーントルーパーがいるっていうフラグですよね。そういうことですね、うん、放棄されてるからどこに。怖い。これであれだね、その左の山道行くのが正解かな。へえ、うん、行きましょうか。奈落気をつけてね。はい。登れ登れ。あ、ちょっとドアップ。そう、なんかいる、なんかいるぞ。またあ、食ってる。なんか食ってる。トルーパーを食ってる。え、ひどい。気をつけろビリー。おお、ナイス。うん、素晴らしい。一撃ですよ。誰？あ、トルーパーをスキャンしてくれるのか。トルーパーをスキャン。それから原生のこのトルーパーだな。トルーパーだ。ストームトルーパー。戦術ガイド。聞こえるかしら。聞こえる聞こえる。帝国だ。忙しい。見つかったぞ。彼らは帝国がつけられていたなら、うん、とっくに襲われているはずよ。なるほど。霊廟を探してるのか。違うと願うわ。なるほどね。通信は回復できたわ。この方法で連中の傍受も試してみる。頼むぜ、うん、あ、聞いちゃう、聞いちゃう。どっちは問題ないか。あ、聞いちゃった。最初に倒したやつ調べるの聞いちゃった。だって話してたもん、うん、今のはでもしょうがないと思う。話してたもん。今のはおじさん悪くないと思う。一回倒したらええんやろ。まあ出てくると思うから。余裕で倒してたからにゃ。そうそうそう。あ、いた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 。あばっさっ。あじゃ、うざさ。フラグ、あだだ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 。フラグしか立ててねえけど喋ることになって。あじゃ、よし。よしよしよし。少し助けてもらえるか、ビディは。すげえな。スキャンしよう。スキャン、あれちょっとスキャン。直しながらスキャンしてよ。よくやった。スカスカ。あ、1になったからスキルポイントゲット。オッケー。体温を低く保てる日の当たらない場所に生息するそうです。なるほどね。低く保ちたいんだ。それフォース使うからね。食らってんな。ブンブン。結構体力やばいっすよ。スティムが必要だ。だいぶいいぞ。だいぶいいぞ。
あっちか、あっちだな。あっちか。ああ、そうだね。そうだな。うん、行きましょうか。行くか。じゃあ、それはキャッチできないって思うじゃないですか。うん、ほっ、うん、よいしょ。はい。あ、怖い怖い。あ、これ壁走りかな。嘘でしょ。なんでよ。そんなに難しくないでしょよ。トップス。おい。あ、怖い。ギリギリでも捕まってくれるからありがたいですな、このゲームな。そうね。さて、あ、まだ先に進む感じで。しゃがみたいな。中に入っていく。さすがにストームトルーパー出てくるか。そっちから行くんだ。少なくとも、そうね、そっち側に落ちちゃダメよ。落ちたら死ぬかな。いや、死にやしないけど戻っちゃうから。あ、そうね。やっとわかったか。あ、でも今、その奥、ちょっと行けんな。中に入るじゃなくて。なんかあんの？上になんかいたない。あ。嫌な音。ビシビシ言ってる。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。あ、いるいる。隠れて隠れて。そこの前止まれって言われた。僕のことかな。あ、来てんな。あ、来てる、来てる。多分あそこの階段登ってくるぞ。じゃあ降りればいいじゃん。でも奥にいるよ。ここにいれば来ないでしょ。かな。あ、いや、見せた。おお、覚えてた。かっこいい。これでショートカットね。あ、いたいた。はい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 。やばいじゃん。あ、やばいやばい。やばいじゃん。でも大丈夫、またほら、弾けばいいから。やあ、じゃん、それ弾けばいいから。ロックオンして弾けばいいよ。早く、ナイス。おお、かっこいい。おお、素晴らしい。ジェダイっぽい。ジェダイっぽい。すげえジェダイ。あ、しまった。まあ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 。緑だから大丈夫です。回復したいけど、回復したらこいつら蘇るでしょ。はい、多分ね。これ戻ってきましたね。降りてきたらここに来る。そういうことです。これでも、容器倒したから多分、奥のやつも来たんじゃないかな。うん、あ、大丈夫だ。よしよし。鍋がある。鍋がある。ピロリ？ピロリっつったな。ピロリっつってましたね。明らかにピロリっつった。スキャンするぞ。なんだ。ああ、それか。看板。うん、警告。立ち入り禁止。帝国条例94364。一切の販売取引を禁ずる。はあ。早い。お、広い。ああ、結構広いところだ。あ。コースだろ。捨てられた居住地に来ました。あ、二人いるな。いるね。手を貸してくれ。あのフィラック、だったかの情報を思い出そうとしてた。止まったね。普通に撃てば倒せる。それだけ分かってれば十分だ。爽やかだ。そーい。で、あ、二手に分かれたね。あ、だったら上からどう。あ、でも奥にいたね。あ、いっぱいいんだ。はずる。あ、いっぱいいる、いっぱいいるわ。あ、ストームトルーパーと、これなんだ、何トルーパーだこれ。分かんねえや。ライダー、トルーパー。上から行きたいけど、見つかるよね。やっぱり。チェーナイだ。見つかった。これ見つかってるよね。チェーナイじゃないよ。後ろが来てるからね、後ろが来てるからね。うん、あ、ビリビリ。ロックトルーパーではないのか。とりあえずストームトルーパーだね。よいしょ。君たち弱いんじゃないか。弱いね。おい、今日は、おお、素晴らしい。かっこよく倒す。うん。今のとこかっこいい、ね。今のところかっこいい。今のところかっこいい、ね。対人には強い。あ、二人だ。でも、それも、うん、弾いちゃえばいいから。おお。撃ってこいよ、後ろ。上にいるな。おお、素晴らしい。あ、上にいんねん。そう、上にいるんだ、そこの。だったら、こっち側から回り込めると思う。あー、そっち行っちゃった。あ、いや、無理か。引っかって。引っかって。気のせいです。こっちから回り込んでいくといいんじゃないかな。あ、いた、いた、いた。おい、何をしているんだ。おお、強い。かっこいい。スキャンできた、スキャンできた。またスキャンか。はい、そうです。急ぎましょう。あ、こいつ、このトルーパー。スカウスカウトトルーパーって。スカウトしてる。特殊訓練を受けたストームトルーパーで銀河帝国の幅広い任幅広い任務を受け負っている。ぐるっと回ってますね。回ったね。あ、なんかあるよ。どうか。あ、入れるのか。え、入れない。何してる？何してる？
スキャン。スキャンしろって。スキャンか。書いてあるやつ読めってことか。すべて嘘だ。帝国がここを欲しかっただけだ。なるほどね。住民は直ちに転居すること。略奪者は発砲対象となる。なるほど。まあ星ごとね奪うからね。フリーザ様みたいなもんですね。そうだよね。登りたいな。あれってさ、さっきのさ上登ったところのさ、もっと左奥っていけないのかなって思ったんだけど。行けるでしょうね。行けるのかな。あ、そっちもあんのか道。あ、なんか光ってる。あ、本当だ。エコー。これ何？すごいブレてる。ドゥン。ブラスターの射撃音。彼女を連れてけ。俺が引きつける。オスター。オスター、ダメ。見えな。ダメ。離別。離別した。別れの記憶。引き離された家族の残したバッグ。父親が注意を引いて母親と子供が逃げ。悲しい仕事があったんですね。開きまへんな。したら？などこの上に。あれ？わあ、逮捕いた。おお。怖え。あ、やっぱ行けねえんだな。この橋渡れと。それを行くには奥から行かなきゃダメだね。そっちからじゃなくて。そっからダメ？多分それもう一段登れないからダメ。それ以上そう無理だね。うん。そうそうそう。奥。奥だね。そっちの奥からだから。うん、ね。めっかっちゃうめっかっちゃうめっかっちゃうよー。ああ、いた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 。あ、すぐに狩りを。大丈夫。ブラスターだぞ。あれ？これさっきの。いやいや、違う違う。思った通り逃げやがった。これ別に読めないの？これは読めないんだね。同じこと。あ、そこだ。うん、そこだ。おいしょ。はい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 。これで上に登れた。なんかあるぞ。だからもうこう。ああ、お宝お宝。うん、よし、何があった？早く教えて。新しい衣服の材質を入手。ガーディアン。ガーディアンですよ。衣服の色はポーズメニューで変えられる。はい。今度こそなんかすごそうなのにしてほしいな。衣服の色？ガーディアンにします。下、ね、街灯の下の部分ですね。下の色、袖の色が変わっている。あ、なので街灯を外さないと見えないですね。なるほど。うん、オードリーだ。いいとおうか、うん、そうそうそう、それを元に戻さないと多分ダメだ。ああ、そうね、砂にまみれた感じまあ基本的にさ、スターウォーズのそんなに派手なのないじゃん、うん、衣装的には、うん、だしょうがないよねこれはね。もうちょっとなんかピッチリした感じ、うん、まあ、街灯だからしょうがない。そうそうそう、どこどこどこ。そうだよ。スケモン食いってんな。どこどこ。あっちだ。おー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 、素晴らしい。やった。うん。やった。そのパイプから行けばいいのか。そこ開かないよね、扉。見たい。置いた。開いたじゃん。あ、下行けんだ。あれ？なんかあるかな。あ、なんかある。魔法陣。瞑想。ここででも蘇っちゃう？でももう回復ないからね。いや、ああまあそうだね。でスキルツリーも回復できるし、あ、回復じゃねえや。保存できるから。解放するぞ。何ができるんだい？蹴る。スプリントストライク。それか。ん？これか。あ、これか。スプリントストライクまでは取ってんのか。取ってます、取ってます。回転キック。高速回避後の攻撃で素早いキック攻撃を行う。 B プラス X ってやれる？プラスか。同調したね。プラスはできません。ちょっと見てみれば。あ、なるほどね。プラス？これ同調してでしょ？ポンポン。あ、違うの？ポンポンでいいよね。B、X、いいね。あ、じゃあよしよし。じゃあこれにしよう。これがあればもう簡単にでっかいカエルを倒せたはずボロンボロンみたいなやつは。オッケー、よし、行くか、うん、ストームトルーパーってクローントルーパーより弱く見えるのはなんでかなって。柔らかいからだよ、マスクが。そうなの？うん、丸みがある。シフトで働いているそうです。クローン
方が強いんだよね、やっぱ強い人のクローンで作ってますからね。だよね、そうだよね。ドルパって一般人だもんね、言ってしまえば一般兵士。そうそう、あ、ここに戻ってきたってこと。戻ってきた。あ、じゃあここのショートカットが開いたのか。ほうほう、なるほどね。ほうほうほう、ってことはもうすぐじゃん。うんうん、で、あそこのパイプを伝って向こうに行けるから、でも復活してるからみんな復活してんだ。はい、そうですよ。はい、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 これ弾けるのいいね。侵入者だ、これジャンプしたんだろうな、うん、あそこ多分ジャンプだ、うん、ほっ、どう、ナイス、痛い痛い、お尻はやめて多分見失った、適当な仕事してますね。ダメですね。よもう一個、あ、いるね、俺なんか、あ、見つかった、僕のやつは見つかってない。よっ、優勝、はい、仕事の時間だ、避けろ、余裕です。もうこいつらさ、いい加減さ、銃撃つのやめりゃいいのにいや、もう近寄ったら負けるの分かってるから、うん、分かってるからか。ジェダイに対して銃撃ったらやられんのもうさ、情報共有されてるはずじゃんでも他に武器ないないからか。何か見つけたのか、ビディ。なんだ、新しいライトセーバーのスリーブを入手、務めと決意。なるほどね、指摘ですね。あそこ光ってますね、左上に湯気が、湯気が、温泉かな、温泉行きたい、温泉かな。あ、これはもしかしていけるのか。ほっと、で後ろから楽しめそうで、全然でした。かっこよく倒されましたね。裏具立てすぎだろお前って感じだね。その意見でも特に一応行くだけっていう、あ、なんか、あ、ねえか、あ、でも右のこの扉入んないか。あ、これがバターンって倒れるんですね。あれ、それ向こうから渡しておくのが、あ、なかった。あ、これダメなやつか、足が壊れて、これダメだ、まだダメってことか。何回か来るんですね、そういうことだね、うんうん、ジャンプ。よほどの達人じゃなければ囲んで打ちまくればワンチャン倒せるからって。なるほど、あ、でもよほどの達人ってことですね。で、あと囲んでないし、二人だけだ、二人だけとかで来るからね、うんうん、よし、これ休息しちゃっていいんじゃない、していいですか。だって奥行くでしょ、どうせこれ行く、うん、ちょっと減ってるからね、一応ちょっとこれだけあるから大丈夫かなと思っちゃった。いや、そう、その自信がどっから来るのか俺には分からない。え、ジェダイマスターですよ、僕は。僕はジェダイマスター、オキワン・ケノービーですから。よし。はい。わー、怖いなぁ。なんか、洞窟です。なんか出てくるよ。タービン施設だって。回すぞ、じゃあ。回すんですね。え、何の音、ソロジャンプか、右にも道ある、よいしょ、あ、下になんかちょっと引かせたな、うん、降りてけと、これエレベーターか、ね、これ捕まれってことかい。いや、普通に右に道あったよ、右って、まだまだ右に行っといた方がいいかい。そう、うん、で、いいと思うよ。落ちる前にやっぱ上からでしょうね、うん、なんで落ちるのが前提になってるのかって話ですよ。走るでしょ、はい、はいはいはい、進んでるね。これ普通にジャンプか。よっ、ナイス。手から飛ばないと怖いんですよね。意外とキャッチしてくれてるけどね。うん、これなんか、あ、明かりがついた。電気ついた。動いてるな。そこの右行けんのか、一応。外に繋がってるってこと？で、橋を倒すんじゃないですか？あー、なるほどね。どこここ。いや、橋どころかもっと上行ったな。あ、痛い、あ、あ、2人いた、いや、違う、切れた、切れた、半分になった、ふわ、半分、半分、半分がと、そうそうそう、あなたが半分にしたって言ってました。あ、痛い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 、硬い、硬い、硬い、意外と硬い、硬い、意外と硬い、うん、あ、でも経験値がだいぶ溜まってきた。落ちる、怖い、こんな急な坂、これを止めて向こうに行く、頑張れ。いや、もう結構危険だと、ごめん、泳いだ、
あ、ちょっとちょっとどこ行くの？え、あ、それはダメですね。死んだ。死んだ。死んだ。あん、あん。スティームが必要だ。必要だ。もう大丈夫だ。あ、遅い。そこか。もういい、もういい。話してればいいんじゃない？特に話してる、話してる。おい、来た。よいしょ。よいしょ。はい、オッケー。行きました。あれは厄介そうだな。あべっ！なんだ、ヤギみたいなやつか。うおー、突進かわす。おい、ナイス。あ、一撃でだいぶいった。あとちょっと、あとちょっとだから、助けがいる。君のこれは危ない。ちょっとなのに、ちょっとなのに倒した。危ねえ。スキャンしよう。危ねえな。危ねえよ。危なそうって言われたからビビっちゃった。これはなんだ。フィラック。フィラックは山道を楽々と移動することのできる山登りの達人である。なるほど、ね、人里離れたうんたらかんたら。蹴ってる蹴ってる、すげえ蹴ってる。ひどい。すげえ蹴ってる。なんか角、角部分を角あるまじる切ったんだね。角あるまじる。もう死にそうですよ。もうだいぶ死にそうですね。これポイントなかったらやばいですね。あ、フォローアップに新しい目標が。嵐の中心を見つけ出す。一応合ってんのか。結構合ってる。これな、ここな、こう、そうだね。ちょっと取り囲まれますよ、これ。これは、引いた方がいいんだね。なんか、たげられたら。そいつで倒すか。手前にもう一人いる。そう。手前のやつを、ジャンプリーで倒して、そこで逃げるか。それを気にしてる。よいしょ、まず。俺が捕まえる。なんで？これは、これは、これは、逃げるかな？うん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 、一旦一旦な、一旦な、どうするだろう、来なくていいぞ。で登ってもし来たら、あ、いや下にいるな、段差の下に。あ、なんかすごいメカが、あれなんだ。あれなんだ。なんだあれ、すげえギミックが見えるんだが、あれピョンピョンするんだろ。ピョンピョンするやつだね。そうね、あのいつでも弾けるようにしといて。ほいよ。そう、遠くのやつが撃ってきたらむしろ弾いて倒したいから。おいよ。コマンダーの剣、お前は切れた。もう切れちゃった影。あ、いた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 。あれ死んでない一匹。何してる。倒しきってないってこと。ジェダイだ、怪我をしてるぞ。はい。確認した。遠くのやつ撃ってこねえのか。来いよ。一匹倒してしまって、また登るかな。来いよ。来いよ。来ねえのか。人に言ってないで来いよ。捕らえたぞ。捕らえてねえよ。あー、出る出る出る。油断。油断した。油断。完全な油断。した。すげえびっくり。気づいてないと思った。すげえびっくりポンですよ。気づいてないと思ったのに。すごいな。悔しい。すべて引っかかっていく感じだな。あれがおとりだったのね。登れないと思わせといて。大声を出して気づかせるっていう。下見すぎですね。ピザ屋ですか、うん、って、うん、ピザを届けてください。実はうちに悪い人がいるんです、ね、いるんですよってやつですね、うん、まんまとやられた。悔しい。そして弁当が2時間半ぐらい届かないです。事件でしょうね。これどうすりゃいいのかな。これ電話しなきゃダメなのかな。これこれはずっと、それ弁当を見てるんですか、もしかして。これはずっとね、8時10分のまま動かないんですよね。じゃあもう食べられちゃったんでしょうな。これどうすればいいんだろう。電話しなきゃダメかな、これ。っていうか、ね、キャンセル しようと思ってキャンセルをしようとしたら、うんうん、今キャンセルするとお金かかりますって言われちゃったから。よくある話ですな。ちょっと電話してくるか。え、あ、これなんだ。あれ、どこそこ。タービン施設。あ、こっち行った。俺行ってないな。こっちは行ってない。あ、そっか、電気つけてからそっち行ってないのか。よっほっ、なんかあんのか。じゃあ、あるでしょう。多分さっきのルートが正規ルートっぽか。どうした。ああ、そこなんかな。よこせよこせ。調べてみる。調べてみる。調べてみる。友よ、お、ボガーノを立って以来、私はかつての予想を超えて、うん、ゼホについて多くを知ることができた。なんか
あなた小出しだな。小出しにしてくな。茶碗にちゃんといるか。茶碗に何をしたためておる。また外出る。あれこれどこだ。おお。これ多分こっちからしか開かない。あ、いや開かないぞ。違うのか。ってことはさっきのトルーパーたちを倒して進むんだな。だね。うん。トイレ行くついでにちょっと電話してくるわ。ほっ。そんなことあんの。ほっ。地味じゃん。あります、あります。あるんだ。多分ね。あると思えば全てある。どこに電話するの？これ捕まれると思うんだよな。どれ？ここ。やってみればいいんだよ。ほっ。あっ、ほっ。あっ、ほっ。あっ、まあ、そうだね。まあ、そうだねとはどういうこと？まあ、そうなるかなとは思ったよ。無理なのか。だって下に道がありそうじゃないんだ。でも地面ありますよ。あれ地面あんの？うん。こっちから行けばいいのか。こっちに飛び込んで、ついてみよう。お、あった、あった、あべ。ダッシュしてから行きます。スタートボタンを押して読めば全部読めるって。ほっ、よっ、つかめません。諦めましょう。ティティティ。データバンク。ゼフォー。立ち抜き通告。ほうほうほう。離別した人たちは父親が注意を引いて母親と子供の逃げる時間を稼いだ。なるほど。こういうのが見れるということですね。帝国居住者。ほう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 。さてさて、あとでゆっくり読めってことであっという間に消えていくと、そういうことですな。ダッシュしなくてもいける。ダッシュしなくてもいけるですね。奈落を欲しいままですね。奈落大好きですね。さて、まだ慎重じゃなくて危ない。危ない。よしよしよし、ゴリ押しでいけてます。あっ！2匹いた。おー、焼けてますな。うん。急いで急いで。遅い。遅い。今だ。OK。おーし。お見事。届かない。よし、落ちてった。あーごめんよ。あー、さようなら。さようなら。川に沈んでしまいました。角だけが残って寂しげ。さてさて、回復をしておこう。お願いできるか。お願いします。でだ。よっ。行って。わかった。前に出ろ。前に出ろ。食べられないぞ。回復したぜ。今のが最後のロケットトルーパーか。そうです。やつの位置が遠すぎる。はい。引っかかんねえぞ。引っかかんねえぞ。うわ、怖え。これを向こう側に飛んでいく。これ行けんのか。ジョー、なんだよ。お前を倒してやる。おい、なんだよ、煽ってんのか。やってやんぞ、おい。おい、やってやんぞ、おい。ほっ。危ない危ない、まんまと。まんまと。そう、まんまとやられるところでした。挑戦はね、受けなければなりません。さて、出た。あそこに段があるから、うまい。遅い。
遅いな。ポンポンと行きたいですな。今うわ遅い今日待って、フォースが足りないんじゃなかろうな。フォースが足りないんじゃなかろうな。フォースが足りない。じゃあ止まらない。こういう青く一瞬光ってる時にフォースなんだと。この辺か、この辺か。遠い。こうか。で、ここに飛ぶ。で、ここは飛ぶ。 OK。 あー動いてる。なぜ動いた。これ重みで動いた。重みで動いた、ね、今全然違う。全然違う。全然違った。おい。お願いできるか。ちょっと笑いしか出ませんでしたね。ちょっと笑いしか出なかった。今長縄跳びは苦手でしたよ。そんな感じしますよね。おい今違う違う違うって違うって。今よしよしよし、いけ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 る、いける。俺はいけた。よしで、あの下か、下に行きますな。ジャンプダッシュジャンプ OK。 ふぅ、大縄跳びは沖さんのいる組だけ失敗してそう。なんというなんということを。石ころやツボなんて欲しがるんだよ。どこで喋ってる。あの奥か、左奥か。石ころ探しをしている。いや違った。出ません。いません。来た来た。足を止めて攻撃しろ。当たった。長くは持たないはずだ。やつやつは俺のものだ。そんな大丈夫。じゃあ危ない。嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ。やる。はい、自爆しましたね、さっきの爆弾で。嫌な音。急に緊張感を煽ってくるこの音楽。これはショートカットですな、さっきの。オープン。はいはいはい、正解。はいはいはい。ボス戦がある。用意してやるとは。危ない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 。おお、ちょ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 、じっとしてられないよ。一気にかけよう。すげえスリリングな。お、戻ってきた。戻ってきたのか、これ。これを飛んだらダメだな。あ、紐がありますな。紐に。ほい。ベーッ。紐をなんて届かないのか。あれ。おお、滑る。戻れませんな、もう。紐、あの紐に飛びたいんですよ、あの紐に。紐、うん、はいはいはい、紐がある。まあ普通にダッシュジャンプじゃないですか。うん、したんですけど、ね。したんですね。うん。ジャンプ。ほら、したでしょ今。見たでしょ。届かないってこと？でも絶対これですよ。もう一回飛んでみて。じゃあダッシュジャンプで。あっちに飛ぶ。紐でしょう。もしこれで届かなかったら、多分。はいっす。
いや届くじゃん。ジャップス。届くじゃん。ギリギリ。特に届かないわけではなかったのね。ギリギリすぎた。今まで甘えてたな。なるほどね。ここに瞑想ポイントがあると期待してたのになかった。なかったね。悪いのにね。死んじゃう。いいよ、行くぞ。で、ジャンプ切り、おい、素晴らしい。もう一切るよ。あ、いやいやいや、待て足んなかった。よっしゃ。記念館。記念館。うん。スタミンガス。なんかいるな。あそこにいる。はい。スタンガス、しびれガス。なんでジョーク言ってるの？わからん。面白くないよ。面白くないです。お、でもなんかアクロバティックなところをクリアしたんですね。めっちゃアクロバティックでした。聞こえてたと思います。聞こえました。すごい聞こえてた。こちらは、あの、無事に、はい、キャンセルになりました。おお、ナイス。あ、死ぬ。お前は逃がせないぞ。うそ、うそ、怖い、怖いよ、怖いよ、ダメだよ。どうしてくるんだ。BX ここまで来た。さっき覚えた。ここまで来たの。BX ここまで来た。ここまで来た。ここまで来たのに。ここまで来たのに。あ、さっきんとこじゃねえの。さっきんとこじゃん、ここ。いやでもショートカット開けましたから。開けたんだ。あー、なるほどね。追い詰められると、雑魚に追い詰められると、特にダメですよね。バレた。ジョイすごい。あれ、今足元丸くなかったか。なんかね、なんか投げられた。多分グレネードみたいな。グレネードは投げられたけど、あれ気のせいか、うん、グレネードが光ってたか。そうそう、そこの多分範囲だと思います。しかも、なんだ、何ですか。ああ、あれか、肩が違う。肩赤いやつ。ストームトルーパーコマンダー。コマンダー。なるほどね。ストームトルーパーコマンダーはストームトルーパーの大隊を率いて銀河帝国の民とか戦う。めっちゃ偉いじゃん。そうだよね。めっちゃ偉いじゃん。そんなにここ面白いですよ。侵入者攻撃。まずはね。あ、奥から飛んできてるのか。すげえな。ディ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 ここで大興奮してたんです。そういうことか、うん、ここ楽しいね。でしょ、うん、で、ここに来たわけか。そうです。で、これまた失敗するのね、うん、えギリギリでジャンプ。そう、そんなにそんなにギリギリじゃなくても平気だった気がするけど、今ギリギリで平気だった俺は3回も失敗してない。なるほどね。おい、ナイス。で、2匹やっけ ?3 匹やっけ、うん、ジェダイもいる。あの、右のやつやられたんだよね。了解、俺ならできる。おー、ナイス。まあまあまあ、1匹ぐらい。あ、これね。おー、お前にやられたんだ。命中したぞ。してない。はあ、意外と弾いてるつもりなんですよ、僕。うん、弾いてた。弾いてた。もう一匹、あれ、もういなかったか。あ、スキャンできます。どれ、うん、こいつ、そうそうそう。スカウト踏みながら。スカウト股間を踏みながらスキャンして。コマンダー的な。はい、よくやった。正解。スカウトトルーパーコマンダー。スカウトトルーマートルーパーコマンダーは特殊訓練を受けたストームトルーパー部隊を率いて。これ入れないか。修理しない。あ、赤いやつはまだダメなんだね。いっぱいあるな、しかし。注意したら悪くはしようか。確かに覚えとかなきゃみたいなやつだね。あー、あれ、そこも赤いな。あ、なんかスキャン、なんかあれだよ。スキャン、これをスキャン。これを壊せんのか。壊したい。押せないぞ。押せないぞ。押せないぞ。フォースでビッてやれないってことか。赤いから無理か。硬すぎる。ちょっと右に行けってことか。明らかに爆弾とかがないとダメってことか。あ、これでも走っていけんじゃないの。これセーブポイントだね。あー、そこ、あそこにある。うん。よし。ここで敵復活するんだよな。あ、休まなきゃいいのか。ほっ
早いわちょっとさ早かったわ早かったわ本気かほっホップスタップジャンプスやばい小木さんがやばい瞑想瞑想しよう瞑想した1溜まったの溜まってないのか溜まってない急速化しない方がいいねもうちょいあ、戻ってきましたよ今1って書いてなかった気のせいあれこれ今1あ、2本目になってるってことそうじゃないもう1だよお、ほんとだ、うん、じゃあライトセーバーをマスターしてさっき覚えた技使ってないのにねあ、もうこれでいっぱい上のやつがもしかして2必要なのかもしれないよあんなことないか出てないもんねあ、違うのか、あれ2スキルポイントうんうんうん、そういうことやね上のがなんで開かないんだろうそれわかんねえな、これないあれ枝分かれしてるからってこと道がもう、ここはもう道がここで終わりってことかいなんか違うっぽいけどなんか違うっぽいけどねまあ一個使おうか技使ってねえから体力とかでもいいよほらやっぱりほらフォースでもいいしねあフォースを覚えれば次のフォースの技を使えるかもしれないからうんフォースそう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 フォース切れに苦労させられてるからなそう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 でこれであれでも次のスキルツリー今フォースいけるのこれあそこに行けるのかこれ何パワースローこれでもさっきからあったよターゲットのスローここ伸ばせるんだってもっと止めてられるああなるほどこれは便利だこれ便利だね便利じゃんあとちょっと溜まるからね頑張ったら頑張ろうでこっちはいけないんだろ来た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 ちょ危ねえなあ。あっちに行くかこっから行くかか。まあ、来ちゃったから行く。まあそうだね。繋がってそうな気がする。いやそんなことない。あで、あそうか。これ違うやつか。シールドトルーパー的なやつなのかな。ロケットトルーパー。ロケットトルーパー。へえ。ロケットトルーパーは銀河帝国の特殊歩兵。戦闘における前線を担う主にストームトップ。ロケットなの。ロケットも持ってるのっていうこと？さっき遠くから見たやつ不吉な音なんか上から来るやつがあるから不吉な音だね、本当に不吉な音だあ、いいねあ、これまたロケット取るかもう弾いてる、いつから倒せるのいや、お前のな崩しましたあ、1保ったわ、早かったな、危ねえ怖えこれはいい、大丈夫してよ怖え怖え。不吉だわ。怖い。あ、ひも。なんかいる。いる。あれ？何の音？怖い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 。何の音これ？嫌な音す。これ登るのか。登るだね。登るくん。登るくんで。で、右にも行ける？右にも行ける。で、左にも行けた。ここ降りられる。どうなってる？あ、あれはなんだっけ名前でした。基地っぽいですな。あ、なんかあったありました。また街灯とか。街灯だったら嬉しいな。新しいのがいいね。なな、うん、あ、うん、自然の力に。はい。ライトセーバー、スリーブ。じゃあ普通にそっち行くのが正解なのか。上登って。あ、そこにもなんかあ、それ赤のやつだ。上行って、紐登って、左で進むぞうん、何何そんなにびっくりした自分だった、自分だった自分だね自分にびっくりしたうん、それですこれね、うん、うん、はいはい飛び降り下から行くと OK すげえアクロバチックなここなんか飛び込めそうだ見つかガラスでね見つかんじゃないだろうなあ、いるないた、うん、いた、ちょっといたほら、そこそこ、奥奥あ、いたいるいるあ、こっち来た動いて動いてやべやべ、うん、あ、また紐だ紐があるまた紐だよえ、登るのかないや、登るで滑るかあ、いや登って滑る、登るっていうかジャンプして滑るか嘘でしょでしょうよ、だって滑ったら落ちちゃうじゃんいや、滑るってあれだよ
奥のとこ、そう頑張ってあんな急な坂もう登ってこれないよ。だからもう行くしかないんじゃない。行く、そう、いっ、おいしょ、さっ、こいしょ、いえ、いえいえ、じゃあ前を、前を見て、前を見て、そんなに大したことはなかった。無事に来たよ。無事にね。あれ、これでエレベーター、ここをエレベーター、あ、そこにポイントあるね。切る、そうすると紐ができた。で、ショートカットか。ほうほうほう、あ、これさっきのとこってことですね。そうだね、で、ここショートカットいけるから、まあ、一回入ってもいいけどね。回復回復もそうだし、息溜まったんですよ。そうでした、うん、瞑想させてください、早く瞑想させてください。じゃんじゃんっつっちゃってからね。これはもう体力じゃないですか。え、フォースの技じゃなくて体力じゃないですか。どっちもいいっすよ。ジョバンニさんが今日はボスを用意してますって言ってましたから。ああ、なるほどね、念のために。どっちもいいっすよ。これはもう体力じゃないですか。体力、ライフの次って何がもらえるの。あれ、強化ブロック、カルの守りが強化され敵の攻撃によるブロックスタミナの消費が軽減される。ああ、なるほどね。でロケットバンバン撃たれても削られにくいと、うん、体感が、うん、体感じゃないけど、うん、体感的なものが、うんうん、で、まあ、回復しましょうか。はい、で、上登ってってことね。さっきの紐を登って、はい、あ、ボスコーヒーを用意してくれてるってことですか。なるほどね。こんなことってあんの。さすが奥にいるやつね。あいつがロケットトルーパーか。さすが目の前さ。ジェデーだ。え、こけらん。あ、ガチャコン入れた。うん、出てこいよ。フェイシャー。あいつ。お前。嘘だろ。ピタゴラスイッチがすげえ。そんなことある？でもまだ生きてるよ。完全なピタゴラスイッチだよ。スティミカパックなくなったよ。なくなったね。2個戻ろうかな。ロケットランチャートルーパー。おお、すごいな。特殊装備を持つストームトルーパー。銀河各地で銀河。どこにしてんの？どこ向いてんのこれ？わかんない。え、どこ向いてんのこれ。これ、あ、おいた、いや、いた、いた、え、これどこ行った。はさがってる。ちょっと待って、これはこれはこれちょっと貸してもらっていいですか。いやあそこに行けばいいでしょ。そうだね、うん、ほっ、あー、びっくりした。この箱の上にはまってましたね。裏側に入っちゃったね。びっくりした。今日はここまでっていうところだというところでしたね。本当だよ、びっくりしたわ。いいですね、戻りますね。ちょっとまた同じこと起こりますけど、うん、敵復活するからさ。もうでもトラップは分かったから、うん、だからトラップは分かった、トラップは分かったからね、うん、これもう違いますよ。同じことはしない。本当に同じことはしない。さっきからあれですよ、同じことしない。そういうこと言った途端に何かが起こってますからね。嫌な予感ですよ、うん。はい、あいつね、あ、だよね、ここまではそこまではいけるね。もう出てたんだよね、なんかぐちゃぐちゃぐちゃってね、うん、はい、まず1個倒す。でロケットランチャーはあそこまでしか届かないけど、もう1匹いるんでしょ、うん、1匹いるからロケット撃たせてから、やっこんでもう1匹出てきたけど、はい、ナイス。で、後ろに1匹いるから、ほら、うわー、素晴らしい。完璧じゃないですか。完璧ですね。これをこう、完璧ですよ、これ。で、ここ飛び込まない。そうね。で、そっち行くだね。ライトセーバーで照らすっていいなぁ。なんだこれ、暗いなぁ。なんかある。アクション、うん、さて皇帝陛下の命に従い、うん、我々はゼホを占領し、その住民を移転させました。占領された。オーガー計画のためのデータや遺物はまだ得られていません。オーガー計画、電磁気を帯びた風により採掘機材が使えなくなっている。個人兵作ってるんですか。危険な生物により命を落とす兵士が増えています。さっきのこの星での任務達成は不可能です。あら、持ち込んだ装備が盗まれないよう基地のみを残して
計画を破棄することを提案します。あれ、オーガー計画ルートバンクです。皇帝陛下の命に従い我々は是方占領し、あ、でもさっきの書いちゃったことか、うん、オーガー計画とは何ぞ。結構やっぱり危険なところだからもう破棄しようぜってことね。巨大生物たちが、うん、開くのかないか、開かない。さっきのマップ見るわけでそっちしか行けないかな。うん、本当だ。嵐の中心を見つけ出すっていう。お、タグが嵐の中心とどこ。あ、いた、やつがいるぞ。あー、後ろから来た。あー、倒した。 BX 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 一回も使わねえ。弾きましたよ。弾いたけどね。弾きました。あー、来た。あー、まだだ。これじゃあ滑ってポン、滑ってポンはまあまあまあまだ、うん、滑ってポンの後ホイホイタイ。これ何、どうなってんのこれ。あ、これ絶対落ちるわ。もはやロックマン。うん、これロックマン、これ絶対落ちるだろ。えいえい、おお、怖え。おい、あの、あっちの上に飛ぶのか。うん、正解正解。くそ、分かっているのに。ほほ、うわ、ちゃんと痛い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  ともにあるよ。あー、でもおかしいな。フォースとともにあんでしょ、あんたは。あ、まさか。ちょっとだからさ、フォース使うん。フォース使えし、いらんやろ。1個しか止められんだから。え、ここも止めりゃいいじゃん。おー、ギリギリなんとかなってる。ちょえ、あの上に飛ぶんじゃないの、穴あるとこ。2本目の、いや別にあそこで一回休め、休む、休むとは、休むとはどういうこと。ここで止めてどうする、そこで止めてどうすんね。待たないと解けないから、ボスの人はおい、はい、止めた、止める、うん、で登る、でそっちに行く道がある。よしよしよし、うん、はいはいはい。で、で、こ、ね、怖え。あ、これ俺、アブニャンとかやってるのを見た。アブニャン、なんでこんなとこまで来てる。手前。何？あのね、奥行って、もう一回奥戻って、奥戻って、左に戻って、はい、そう、で、右行って、はい、格子状になってるんだけど、これ。あっち見ていこう。もうちょっとやってみよう。あ、右ね。そうそう、ここからよく見て、よく見て、これ箱あんの、ある、それどうやって取るのみたいなのをやってた。え、アグニャン取った、取ってた。しかしも左ではない、左に行くから。これだってこれない時に行けばいい、くるっと回る。怖え。これこうでしょ。正解正解正解。それそれそれ、誰だと思ってんすか。沖縄保険の時ですよ。何が見つかったんだ。あ、ジュラススチール。怖え。すげえ、ギリギリと顔すってるよ、もうそれ絶対。僕の車の運転が危ないのよくわかるでしょ。それ怖えな。あっちの、え、違うな、それ多分正面だよね。正面の、それを、いや、まあ止めりゃいいのか。登れじゃん、登る、登るじゃん。ここ、あれ、は、あれ、あ、もっと奥行くのか、これ。あ、死んだ。ダーツオープン、ダーツ。あー、やっぱ上行くんだ、上。上ってだって届かんじゃん、こっちから。こえ、右から、右から、右、右、
ここで登れない。あれ違うの？あれ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 。ああ死ぬ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 。危ない危ない。ああ分かった分かった。こっから登るんだ。こっから登るんだ。え？こっから登るんだ。あ違うの？は？あぶぶ。壁走りで？いやそれか。あでも壁走りができるんだ。そこからジャンプしてそこに。あ無理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 焦んなきゃ平気だと思うよ、焦んなきゃ平気だと思うよ。だって上には走れないと。ジャンプしてあそこにしがみつくんじゃないの？違うのかな、分かんない、全然違ったかも。そう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 離れろって。あーオッケ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 ー。瞑想できる、瞑想できる、瞑想できる、危なかった危なかった、瞑想できる。もうちょっとだったよ、もうちょっとで行くと思ったよ。あぶねーあぶねー、あー焦ったー焦ったよー。よし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 、あー面白い。死んでます、死んでますね。死ぬかと思った、死ぬ。これ飛ぶ飛ぶ、飛んでると撃たれる、飛んで飛んでると撃たれる。来たな、よく来たなここ。こういうとこ来たね、さすがジェダイだね。帝国なんでこんなもん作るんだよ。これがオーガー計画だよ。オーガー計画に必要なものがあったんでしょうね、ここに。はいしゃって、とっとっとっ何塩で絵描いてるんだ。塩なのこれ問題ない。雪じゃねえの。塩だろ塩だろこれ。やつを撃て撃て、お撃てよ、ここ撃てろ。あ、来た来た、早く終わらせる。他の奴らは失敗したが、おやしゃジェダイっぽい。危ない危ない。おお、ナイス。おお、ちょ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 。落ちる。あ、後ろから撃ってきたやつを弾いたときに前のやつに当たんだ。援護なしじゃ無理だぞ。行くぞ。よし。おお、弾いた。後ろ向くな。弾いて倒した倒した。オッケーオッケー。今のかっこよかった。オッケーオッケー。する。かっこいいんですよ。いい援護だ。いい援護だ。いい声だね。今のかっこよかったな。いい声だ。後ろからの弾が見えてないのにもかかわらず弾いて倒す。いや見えてたんですよ。よし何があった？スターファイター新しいマンティスの塗装を入手。船を濡れるぞ。あそんなこともできるんだ。ポーズメニューで変えられる。今ここで変えるのこれ。っていうこと？勝手にマンティスの変えちゃっていいの？あの人すげえ大事にしてたけど。おつやつや。ああつやつやになったね。つやつやにしてやろう。うん。綺麗になってよかった。そっか、ムービーシーンとかで見れるから、そっか、うん、はい、節電しました。なるほどね、塗装一回剥いだみたいな感じね。そうだね、うん、飛ぶ飛ぶだね。飛んだら滑る滑るだね。よし、はい、頑張っていこう。チェイジャンプ、ウィッシュ、シューで、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 怖い怖い怖い、奥行くと落ちるからね、奥行くと落ちるからね、落ちるんだ。奥行くとっつったってさ、奥行くやな、だってフェイス。もうマリオじゃん。もうマリオみたいな感じなんだけど。もうあーしょしょしょ。ジャンプ。あー危ない。マリオだよ。危ない危ない。ほっとオッケー。マリオ64だよね。マンマミーや。情報があった。情報があった。連中は何を？コルドバには触れてない。彼の足取りは知らないようだ。それはこちらに有利ね。今のところは、うん、よいしょ、ほい、うん、ほら、もう壁走りはだいぶね、壁走りそうだね、だいぶ慣れてきました、ね、うん、安定してきましたね。もう見なくても壁走りするよ、ほら、おい、素晴らしい、ほいっす、うい、来た、で、行き止まりだ、登ってって感じか、こっちか、うん、よしよし、登っていく、なんだこれ、おー、出てくんのこれ、奥のやつにロックをしちゃってるんだ、見えろ。逃げろ、ここがあれか、危険な生物。危険な、オーガー計画の中心に来たんじゃないか。こいつ別に普通のやつじゃねえの、さっきから出てるやつじゃないの。いや普通のやつだけど、凶暴な獣に襲われて任務が遂行できませんと、ああ言ってたね、言ってましたから、言ってた、この辺のことじゃないか。ああ基地の中の、なるほどね、怖え。来た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 、
っぱあの出し切りが一撃で倒せるからいいですな、ね、通常攻撃は派手だけど威力が弱いからね、うん、一周回ったね一周回ったね、うん、そっちだ穴があったら出てくると思ったのよあはいはいはいじゃあ奥にも正解だ、うん、声が聞こえてるゴロゴロ言ってるあ、なんかあ面白いな道は正しい道は正しい嘘だよこれなんだマンホールあれこっち行けないのか、うん、じゃあやっぱ右か今かと左か地図でだったらそうでした ね、 そうだよねあえてうろうろしてはいますけど、うんうん、なんかあるかもしれないからね、うん、さここは落ちねえだろさすがにええここだって行けないとこでしょほらあ奥はね、うん、赤いのはね、うんうん、飛ばなくていいんじゃないですか。ああそういうことか。右行きゃいいだけか。右行きゃいいだけだと。なるほどね。思い。行けないじゃん。行きたいけど行けないから。じゃ戻る。いや無理でしょ。マップ的に無理だよだって。嘘。ほら。だからあそこのやつを行ったら反対側にまた入り口があるんか。そうそう。ジャンプして行って周り。ちょっとこうぐるっと回ってっていうか若干の遠回りだけするよっていうほっほっで、まあ一旦ね、でここねでこうスキャンするのねそうでここ開かないよってことでしょここには何がある通れなさそうだ、そうだね、知ってるそれだけなんか人類だったら何とでもないそうだけどなまだ修行中の身なんでしょああまあ確かにパダワン重たいものは無理なんでしょおおすごいこの先は嵐だ何かが帝国の装備をためにした。探しの行こう。何かに引き寄せられる感じだ。嵐の向こう。馬がいる。その感覚に従うの。フォースで研ぎ澄ませて。はい。分かった。努力する。これ、スリーポイントあってよかった。これはもう、あの馬がいましたよ。最初に会った馬。でも黒かったよ。違うやつなのかな、うん、違うやつだとちょっとあれだね。パダワンには。いやいやいや。うん、最初の一撃。おっ、びっくりした。ビリか。おお、あ、いっぱいいるな。右にもいるんだよ。下でしょ。相手が来るやつか。いけるか。一緒か。あ、いけるか。あれ、なんか光ってる。見る。またこれか。繋がってるのか。繋がってるらしい。なるほどね。あっち行けって。さあ、どっちから行きますか。こっちでしょ。まあまあまあ、普通に行くならそれ。ここにもあるもんね、それがね。どっからでもええってこと。広いな。広くねえがい。まあ奥に行くのが正解ね、とりあえず。あれ、うん、道が。もうでもそこが多分あれじゃない、うん。ぐるっと回ってきたんだよ。滑り落ちてぐるっと来て、うん、中心にってもうすぐ行けばいいのかい。そうです、何も考えないで行くんだったらそっちから行くが一番早いかな。あの馬には見られてるけど。うん、そうそうそう。さあ馬に先手を取れるか。取った、ナイス。おお、強い、惜しい。惜しかったー。よしよしよし。まあ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 。いい感じですわ。いいと思います。いい感じですわ。それは？あれそれって？お。洞窟です。これどこ？あー、通れるの？奥にあるんじゃないですか、中心が。マジで？だと思ってますけど。でも道的には多分合ってる。こんなのね。こんなとこ行くんだ。これはもう中心でしょ。あー、すげえ。一発で行ったぞ。めっちゃ中心。なんかでも嵐がやばいあれはフォースじゃ止められないんじゃないですか。嵐はフォースで止まんねえな。一個ぐらいは岩止めることができるんだけど、こんなすごい嵐は初めてだな。どうした、凄まじいな。あ、もうブルブルし始めました。あ、マジで。で、今度当たったフォース、絶対を止めれんのこの人、すげえ。研ぎ澄ませました。おお、すげえ。めっちゃ回っとるで。おお、これ嵐起こしてる。スキャンする。ああ、踏んじゃった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 よ。もう絶対おきさん古代遺跡とか行ったら死ぬぞ。ヘイルラムの帝国友よ、ここはおそらく見つかった中で古い方の遺跡だ。ものが頭から離れない。うん、ゼフの全ては宝物庫のビジョンに導かれていた。うん、その訳を知らねば。うん、自制できなかったらしい。仕事で、これを止めたからもう嵐が止まったんじゃない？っていうことかな。回ってる。ほら。本当だ。っ
て止めてどうする？あ、なんか光ってる。どれ？これ？あ、違う。ん？いけませんよ。いや、今降りてってるから待ってりゃいいんじゃない？霊廟に来た。エレベーターだ。そういうことだね。開いた開いた、いろんなとこ開いた。おいおい、あ、いろんなとこ開いた。ちょちょちょ。一体何を探せばいいのか。彼は少し変わり者。よく知ってるわ。けれど遊びで謎を出してるんじゃない、うん、視野を広く保って。はい、え、ここ弾転がし、それ弾転がるよね、ね、明らかにね。こんな感じしますよね。押せるの？それ押せない。フォース。あー無理だ。フォース。今踏み切ってた。ボン。あ、一応右に行くのが正しいのか。この穴に弾落とすんや。もう絶対そうやな。絶対そうだよね。絶対そう。そう。なんか新しいフォースの力を学んで、うん、より強力なフォースであれを倒すみたいな。おい、見たか。嵐止められる。あ、なんかいるぜ。え？キモい。ブルトンみたいなやつがいる。飛んでくるぞ、これ。どうするの？無視してますけど。え、倒せるの？え、切る？わかんない。切っちゃう？あ、行っちゃった。うん。見るか。結婚できない？できない。あ、できないんだ。うん。見て、切ってみるよ。やってみるだけ、やってみる。怖いけど。あたたたたん？スキャンはできないのか。爆発して終わったの？終わったの。倒したんじゃなくて自爆したからダメなのか。いや、なんかああいう罠的なあれなんじゃない。うわ、気持ち悪いって言ってたけど、さらに先に行ってみましょう。おっ、風が強い。おお、じゃ流される、流される。風が強く吹いている。はい。もう1年になりますね。そうなんだよね。すごい、ね。お正月は箱根駅伝で楽しむ。あ、あ、またいる。これ、これ危ない、これ危ない。もうどうすんの？要するに近くに行くと爆発するから。爆発させたらいい。そうそうそう。ああ、スカンガス。スカンガス。スカンガス。スカンガスは寄生植物に似た生命体で脅威が接近すると爆発する。なるほど。じゃあ爆発させてしろよ。いい感じなのか。死ねえのかよ。おお。もうちょっと駆け抜けるか。あ、まあそうね。最悪駆け抜けるはありかもしれないね。ここでも反応しないもんね。触んなきゃいいの。もしかして。いや、大丈夫。うおい。あ、落ちる。ジャンプしてまだいるから、そっちにジャンプして。危ない。すぐいるから。壊れた。あっと、そう、壁です。壁ジャンプ、壁走り、壁走り。うん、怖え。食われてんだよ。ほいで、流される。流される。流されない。流されない。流されない。反抗していく。あ、怖い怖い怖い。どうしても反抗していく。で、ジャンプ。よいしょい。で、危ない。ジャンプ危ない。よいしょ。ライト落ちた。全部？うん、かな。全部だね。怖っ。ああ、弾だ。怪しいわ。絶対あれ動かせるようになるんだろうな。あ、あ、なんか、お、なんか見えるぞ。なんかあるぞ。後ろだって。え、なんかいっぱいあるぞ。アクション。え？あ、弾を転がすのか。弾いった。弾いったよ。どっか行けよ。あ、いや、あのね、押すの、 あの、他にもね、アクションって出たとこがあったから。お、そうそう、そういうこと、そういうことで、そこで、そこにもあるじゃん。そうそうそう、で、そこ開けると、真ん中に向かって風が吹くんだよ、多分。あ、そこにもある。で、後ろ見てごらん。あれ、転がってた。転がって、ここにもある。あ、ここに、エコーが。謎を教えておくれ。あれ、どうする。異星人のささやき。スキルポイント獲得。あ、これは風で鳴ってるだけじゃない、声だ。大昔な。うん。解読してくれ。ささやく声。うん。風じゃない。え？どうするの？これ全部スイッチオンにするのか。したら。ここにはめ込むんだと思う。あ、そこか。え？あ、そのスイッチあるね。止める。それ止めるだな。吹いたり止めたりして、うん、あそこに。
あそこにもあるね。壊す。一方ヒントをもらうだって。あれ敵です。この球体は地面のへこみと関係あるような。どう思う？なるほどね。あちょ敵よ、そんな体力が怖い。いやー、これ。そんな場合もあるか。ヒントあるんだね。へこみに。あ、またいた。へこみに入れるんやろ。やばいやばいやばい。ゴリ押しやめやめい。避けられた。危ない。死ぬからね。頼む、ベティワン。は、あ届かない。危ない。ここに来て死にたくない。よっしゃった。風の流れを見たらいい。うん、だからここにはめればいいんでしょ。多分ね。止めといて。うん、あれスイッチどこだ、もうどっかのスイッチを、あ、そこにもあるのか、はいはいはい、これで、この風か、この風を吹いて、動かせて他のを開ければいいんじゃない、でぐるって回ってきて、今のところでドーンと真ん中で、うそ、なんかその夜こいつもう、でも今動かなくなっちゃってるから、いや、そこに付いてあるよ、こいつを動かして、 そしたら動くブーっていって、回ってきて途中で止めて、途中で止めるんだよ、止めたらでも、まあ、ダメなのか、風で動かんの、うん、そうそうそう、これでこれで、あ、いや、あ、まだまだ早いと思う、お、そう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 、あ、向こうか、向こう動いてるか、いけんのか、ここはないので、ここはここに来るで、うん、あはまった、挟がったな、あれそこはスイッチある、スイッチあるけど、あ、勝手に出てくるようになってんだ、これ、これを出せば、うん、で全部開ければいいんじゃないか、結局そしたら真ん中に風が集まって、なんかそんな気もするけど、いいんじゃないか、はい、今それ開いてる、ここは開いてるね、もう、あ、痛い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 、奥にあるってこと、強い、風が強い、風が強い、強いね、新しい街灯をください、新しい街灯、あれこれ全部開いてんじゃない、今開いてて、うん、そこで、あっ、難しいこれはここが、ここが開けとくのは正解だと思うよ、うん、正面だから、そうそうそう、で、他のをうまく止めて、こっちはだから、うん、もう閉めてください、うんうんうん、これは、うん、これでどう、これで、うん、でこう来た時に止める、早い、うん、痛い痛いああ、ここに、考えたことないな、これ、そこでこっちに向かってきてるわけでしょ、だから それで、でここに、ここだけ残して、そうそうそう、あと全部止めればいいんでしょ、そう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 、いや、そこを止める必要もないんじゃねえかな、で、早く行かないと、早く行かないと、早く行かないと、早く、そっちじゃない、そっちじゃない、ここつけといた方がいい、あ、いや、あ、うんと、これカウンターのやつだから、あ、そうなるよ、で、間で止まるんだね、あ、いや、止まるかも、で、両側から同じ風の強さで、うん、ゆっくり動いてて、振り子のようで、お、お、お、来たか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 な、いや、来ねえか、容量で、うん、いけんじゃないかって話なんですよ、ここに止めちゃう、
あれこれどこからかぞ。え、これどこからかぞ。これ多分ここの隙間から勝手に入ってきてる。隙間風。うん。じゃあこれでいいんじゃない？ダメな。ほら。惜しい。ダメだ。動けよ。吹いて、うん、吹いて、うんうんうん、で、そう吹いて、あそこがさ、あれ、あそこ一回止めてみ、どこ、真ん中、奥奥、真ん中これ、うん、寒い寒いよ寒いよ、そしたらここの真ん中止まんじゃない。困ったらここで一回、そうそうそう、一回止めろってことか。そうそうそう、それで、で両方止めたらいい。いやいや、それは無理だよ、だから。だって片方増えてんだから。あ、そうか、動いちゃう。そうそう、両方いっぺんには無理だから。そうそう、でこれでこれじゃん。これで押し出せば多分。止めてから。あ、いた、あ、いた、いた。危ない！いきなり、いきなり下に行きましたけど、エコーを読み取ります。ああ、うん。フォースエッセンスを入手。あ、本当だ。フォースの訓練をしていたようだ。ただこれがもらえるだけか。シークレット発見。あれだ、ゼフォの瞑想用遺物。フォースの使い手を訓練するため古代の儀式。メインミッションには関係なかった。え？終わり？え？これメインミッションには関係ないやつですよこれ。嘘でしょ。うん、いや、うん、その、うん、関係ないです。この弾はもうこの弾だけ。これ多分この弾だけです、ね。で、あの風が止まったから風の隙間から行くんじゃない？これは無理じゃねえか。いや、マップ見た方がいいですよ。プフフ、あ、はい。向こう行くだけですよ、普通に。なんと、ここ。そこですね。そこが正解ですね。よし、行くぞ。鍾乳石が。そろそろ敵が出そうだ。あ、また赤だ。弾回ってるな。弾回ってるね。これ登るなのかな。これだ。いや、その右じゃない。そこじゃない。これ。捕まれた。あ、またあった。風に乗って飛べみたいなこと？え？ボスまだかのって言われてる。ああ、そういうこと。やめてくださいよ。やめてくださいよ。あっ、吹っ飛んじゃう。しかないな。行きます。はあ、早い。一回で決めたかった、うん。今俺行ったかなとちょっと思ったんだけどな。一回で決めたかったな。ちょっと思ったんだけど無理だったな。すごい。すごいすごい。いるか。もうちょっとこっち来いよ。ん？ああ、なるほど。一回閉めなきゃダメ？多分そうだと思う。はい。で、戻っていった。すぐ、でもそう。で、今のうちに行くしかないんじゃない？え？無理だ。え？なんで？届かない。やっぱ風は使うんじゃない？ん？え？ジャンプして？いや、あの、あ、捕まる？下捕まる？あの、よく見て、よく見て、はい、よく見てあげて、うん、まだまだね。ほあれ？違う、え？よく見てあげて、あの、よく見る？言っていいのかしら。よく形見て、うん、そう、よく形を見て。何？ちょっと違わない？何が違う？うん、違う？うん、紐だよ。紐じゃなくてそこがほらよく見えてるじゃん今。壁走る？違うけどそこのほら。ああ、そこね。うん、そうです。よっ、あー。なるほどな。よく見てるな。いや、そんなに難しくないんだけどな。ほら、うん、それもうね、これ完全ゲーム脳ですね。ほ、今のはあのね、ここの道がね、
左に伸びてる時点で、うん、そこを使えっていうメッセージなんですよ、大体。今の完全にゲームの考えですね。ほ、うん、よいしょ。おー、来た。瞑想するぞ、うん、で、あそこに弾があるんですよ。はぁ、あ、休息、休息、スティンパックなかったからね。スキルポイントも1個溜まっている、うん、いつの間に。それなんだっけ、2、あ、それ2だよ、1、パワースロー、あー、伸ばせるやつね、伸ばしとく。それか、そっちの強化ブロック、あのブロックが強くないですね。どっち行くか、ブロック、これ解放されんの、これだか、これで、これ、ああ、いや、されないのか、全部埋めてからなんですかね、かな。あとはレベルが足りないとかね、もしかして。なるほど、なるほど。これ何、え、これあれ、いけない、ここもう、ここを開けろってことですね。あっちに行くんだ。はははは、うん、あ、本当はあそこがあれね、メインミッションなんだけど、うん、そこから行かなきゃいけないんだ。滑っちゃっていけない。ちょ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 あれ、この弾よ。あ、この弾だね。この弾はあそこに置くの、謎解きアーツですね。全然終わんねえな。あ、まずこれね、しかもここに入る、入った。え、のぼ、あ、あ、はい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 、動きすぎじゃね。いやいや、そこ多分ジャンプで登れます。動きすぎじゃね。下に、こっちは何もないの。なんかいるけど、なんかゴーレムみたいなのいるけど、オーガー計画かな。動かないでしょ、これ。初めて見るやつだ。あ、あ、あ、あ動かない。あ、登れんだ。あ、え、登れないんだ。初めて見るやつ。来てるね。来てますね。まあでもビームだったら弾けない。あ、いや、弾けないかな、ビーム、あのビーム。ロックオンしてみるか、うん、普通に戦うだろ、ほい、チキンのか、やばいね、これ無理っぽいぞ、チキンのか、いましたんじゃない。うわぁ、16ムス、もう素晴らしい。おぉ、なんだろう、あー、ビーム、近くビーム。お、お、今ガードできた。ガードはできんのか、赤じゃないから。あ、2回来るの か, るのか今な、今しょうがない。ガード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 、あー、あ、でも意外と2回来なければ。これお前雑魚じゃねえか。これ雑魚だね。雑魚だね。危ないよ。おお、よく避けた。へ、危ない危ない危ない。あ、戻ってた。戻ってるのか。危ない危ない。ちょっと食らったけど、まあまあまあ、あとちょっと、あとちょっと。いや、痛い。あーって、すげえ声したな。死ね、終わった。スキャンするぞ。これなんだこいつ。オーガー計画のやつなのかな。霊廟の番人。はあ、なるほど。ゼフォが生み出した古代のオートマトン、うん、霊廟の番人の主な役割は彼らの聖地を守ること。なるほどね。ドロイドの祖先のようなものです、ね、なのかね。倒したからには なんかあるよ。倒したからには何かあるでしょ。コンプ見た方が早いかも。弾を、あ、あ、やっぱそうだ、そこ行けんだ、黄色のとこに。ここから、あ、いやいや、そこで右右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 右。あ、ごめん、今俺北と南間違えた。ごめん、完全に間違えた。うん、そっちですね。あそこに行きたいんですね。あ、でもあそこ登る道があるから、そこそこ、うん、結局最初の弾を落としたとこね。あ、いや、そこの右にあったよ、ほら。またまたこれだ、またこれだ。わからんわい。それどうしても小木さん見えないんだね。見えない、うん、あれ、これじゃない、もしかして。その上か、やっぱ合ってんのか。
え、倒したのにじゃあ何もないの。いや、上に行く道だからそれで合ってると思う。いやいや、さっきのオートマトンを倒したのに何もない、うん、ああ、何もないかも。今のとこはないかも。ふみ落ちない。やっぱ雑魚だった。まあ、経験値は手に入るからね。ほっ、うん、ああ、はい、はい、ほっ、これで上のボールをここに掴めるね。そういうことね。よしよしよし。ああ、はいはいはい。来た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 。これで危ない。でもっと怖い怖い怖い。これどうなってんの。あ、これジャンプしなきゃいけないやつね。ジャンプしてジャンプしたよしたよ。ジャンプ回復を頼めるか。もう大丈夫だ。すごいな、百発百中だぜ今とこ多分。いやいやいや、そんなことないよ。みんながだって落ちないと思ってないからね。ホワイドーン。この辺この辺。はい、はい、よいしょ。あー早いよ、話すのが早いよ。もうもうね、もう危ねえ、今危なかった。あれ死ぬ、七色すぎるな。この辺やべえ、この辺これ。よし、七色の奈落のノミズさんを超えたぞ。よし、これはすげえ、見事に渡りましたよ。すごいな、24色みたいな感じだ。24、37、うん、違う、47、28、37、21、24は何だ、分かんない。すごい、もう奈落、やっぱ今日でもう本当奈落グランドマスターになりましたね。どうですか、あれ、風吹いてんの。大丈夫か、行けんのか。ダメでしょ。でも今んとこ周り何もないでしょ。あ、一応下、大丈夫だから、まあ行くんじゃない。落ちちゃったら終わりじゃない、うん。あ、まあまあまあ、まあ、普通にまっすぐじゃない。普通に、あ、真ん中か、真ん中だからちょっと右狙って、うん、かな。ゴー、ホープ。あ、ばば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 ば。次でいけるでしょ。あれ、なんかすごいですね。意外とね、難しいんですよ。ほっ、距離が届かない。あの、ちょっとさ、はい、いや、無理か。そこのさ、うん、上から行く。周り見ても、今のが正しいルートなのかがちょっとわかんない。おしルートでしょ。かな。だってあんな出っ張りあるのし、風吹いてる。そうか、行くぞ、うん、ほっ行って、ほんとね、行って、多分ね、左の壁じゃない。うん、壁走り、うん、どう、左違うか、こっち。ああ、いや、ごめん、間違えた。あの、ここに入る、ジャキジャキってなってるから、そうか、違った。どう、もうタイミングだけやんの、これ。わあ、風を読むのです、風を読むのですよ。ふーん、おー、キャッチしたけど危ねえ。タイミングでいけましたね。もう一人、もう一人いた。意外にいるね。もういない、もういない、もういない、もういない。あー、いやだ。ここはもう、おきつキラーですね。もう左に吹いてるし、奥行ったらもう右に吹いてるんですね。はい、奥に行く風も吹いてる。え、奥に行く風、手前から奥に向かっての風も吹いてるよ、明らかに。ほっ、一旦な、一旦な、ほー、多分それ飛びすぎると、おっ、
かね、右で OK かな。ほら、うわ、素晴らしい。ほら、壁走り。やだな。ほっ、よっ、オッケー。うん、あ、怖い。あ、怖い。え、マップ見た方がいいね。どっちが正解か。あの橋、あの橋、あの橋。あれ逆だ。もう正面でいいんじゃない。あ、正面。正面でゴール。正面は緑だから、すごく可能。あ、可能だ。ショートカット。ショートカット、あ、開けてから右に行くのが正解かな。多分ね。あれがショートカットになるのか。はい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 。これはもう爆発させるしかないね。っていうか爆発したらショートカットが開くんだ。え、そう、近くでガードしとけばいいのかなと思ったら、確かに。あー、やっぱりね。あれ？あ、爆発します！落ちます！あっ、セーブです！やった、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 疲れる。完璧です。完璧ですよ。疲れてしまう。休息しましょう。いや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 、切らないと爆発しないですね。そうなんだ ね、 ね、近づくだけだとダメなんだね、うん、膨らむだけだ、うんうん、そこはね、俺もね、近づいてだけだと思ってたわ。まじ復活するのかな。まあ、言っちゃえばいいや、うん、よいしょー、痛いですね。さあ、チャオル、うん、すげえ、あそこジャンプか。へえ、こっちは行けないんだもんね。でもなんかあるでしょ。ああ、逆にそれ風送っとかなきゃジャンプ届かない。ライトセーバーにも不向きがあるのか。どうした？どうした？どうした？どうしたそれ？なんだこれ？あ、なんで閉めちゃった？もう一回いいかな。言わなかった。言わない。これで奥に向かってジャンプだ。風で。おお、あー、わ、すげえ。あ、そういうこと。へへ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 へ。なるほど、戦術ガイドね。あれ、データバンクじゃない、戦術ガイドの、うん、ゼーフォー、スカンズキモい、フェラクちょっとかわいい、スカンガスキモい、霊廟の場に、うん、パワーコアが光っている瞬間にフォースを使ってうまくコアを奪うことでクリティカル攻撃のチャンス。なるほど、フォースで奪うのね。フォースを使ってコアを奪う、うん、うん、光ったと思ったらフォース使えばいいんですよ、多分。そう、奪えんじゃない、うん、パワーコアが主な弱点でコアへの干渉に動きを止められる、うんうんうん、やってみればわかんじゃない。今だ、何が光ったタイミングなんだろう。いつだかこうやって光ってる。なるほど、今逃げたね。そこを壊せばいいのかな、じゃあ。いや、壊せない。倒さなきゃ、攻めないやつかもしれない。あ、これ挟まったぞ。これ挟まったぞ。あ、これはダメなんじゃないか。いや、これはダメなんじゃないかな。いやいやいや、いや、いける。あ、戻ってきた。どこにいたの、この隙間。あ、今だ。あ、違うか。あ、光ってた。あ、今か。あ、今日ね。ん？光るタイミングわかんねえな。で、真ん中のコアがでしょ。ここってこと？光りをした。倒せない。うん、倒、あ、で、倒れんのか。レーザーが散っちゃうってこと。っていうことなのかな？ OK、見つけたぞ。読み取る。フォース最大チャープ！ついに捧げ物としてこれを作った。何かの理由で意図的に壊されてる。うん、あれ、ただこうシークレットだな。捧げ物、風への捧げ物として作られた古代遺跡の残骸、何らかの理由によって何とかされている。おお、あれあれ、正規ルートはどこ。地図。あ、そこの上か。上。あ、なるほど。え、ここに飛びつける。
浮くんじゃない。あ、浮くのか。飛んだら浮くんか。ジャンプしたら、うん、浮くんじゃない。ヘイース、まるでエスパー。まるでエスパー。すごいね。これで。え？奥に行くのか。右側に。ああ、ゴールが見えましたよ。ボスかな。ボスなんかいるのかな。でもジョバンニがボスだったでしょ。かなり苦労してるよ。え、いやってた。2時間ぐらい出てこないって。何か分かったか。古代の像。自然の洞窟の壁から掘り出された像。球体を持つゼファー。2時間。まあ1時間切るか。2時間。この星じゃないんじゃない。まさか。まさか。この星に出てくる。もうこれだって開けたらボス出てくる。じゃないのかね。イメージ的にはそうだよね。風の谷の奥ですか。ダーン。ビジョンが見えるぞ。過去の記憶が。行くのこれ前に。行けた。うん、え？痛い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 当たっちゃダメなんじゃない？わかんないけど。でも体力ないから別にいいんじゃないか。あ、痛い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 。フォースは使えません。これでも。修行だ。ジェダイの役目は攻撃ではなく守ることにある。新しい。フォースは我々を守る盾だ。はい。目の前の障害によって道は定まる。はあ。立ち塞がる障害そのものが道だ。うん、さあ、もう一度だ。え？あれ。あ、なるほどね。止めるだけじゃなくてここでフォースのプッシュを覚えると、弾が飛んできたところに飛んできたところに、うん、遅いね。ほっ遅すぎる。もっと早くていいの。もっと早くていいよ。ギリギリじゃなくていいってこと。そんなギリギリやったら平気、はい、青が出たら多分大丈夫。なるほど、うん、はい、はい、今度は早くテストをクリアしろ。早く、あ、もっと早くじゃないとあそこの黄色いところに当たんないってことか。あ、違うのか。あ、いいのか。立ち塞がる障害が道になる。なる。うわ、割れた。これで壊せるようになったのか。水の中に入るぜ。何怖い。嵐の中心見つけ出した。友よ、完了。この樹皮の表面を見るんだ、うん、特徴的な溝、うん、キャシークのロシュアツリーに違いない。ロシュ給油を訪ねて聞いてみることにしよう。誰給油。ゼホがキャシークに関わってたなら、うん、チーフテンターフルがきっと何かを知っているかもしれない。チーフテンターフル。え？複数の項目。あ、なんかカランカラン。あ、なんだ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 。あ、なんか来てんじゃん。何もしてないよ。急に来たな。結構。プッシュで動きを封じよう。おお、なるほど。あ、後ろにね。さっきの見たのそういうことか。コアをってやつがネタバレだったんですよ、さっき。そういうことです。そういうことです。これを使えるようになってからなんですね。なってからですね、あれ。キャーン、うん、早かったんだ。お、宇宙人確認する。これが古い友人っていうこと。この古代ゼフォの棺には賢人エイルラムの亡骸が収められている。これは…終わった。これそっちが正解か。勝ってますね。トーン。おー、開いた。キャッシークに行けって言われてた。キャッシーク…あ、セーブポイントある。キャッシークとは…あ、こう戻ってきたってこと。そういうことでしょ、ね、うん、新しいマップにほら。キャッシークでターフルの居場所を突き止めろ。次のとこ行けって言われてボス出てこねえな、これ。あーはー、なるほどね。先は長いぜ。
あ、これで解放なのか。すげえ増えた。プッシュを覚えたから新しい動きができるようになったと。そういうことだ。ある程度ストーリーを進めないとアンロックしていかないシステムなんだね。なるほどね。増える前にスキルポイント貯めときたいね。ここも開くな。一応開くね。あもうダメだこの人全部の罠に全部の罠に引っかかるよ。走れってかそういうことか。これそんなことが起こるんだな。うまくできてんな。うまくできてるっていうかなんというか。そう、よし、ほっ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 、すべての罠に引っかかるもんね。うわーやだやだくそーそんなことってあんのかな。ほっほほーってチャーッと見せてあげるべきだよね。スイッチは世界中で見れますから。これは本当にぜひ見てください。びっくりだよ。どこ？あれ、ここ戻ってきた。戻ってきたけど。いや、なんかツタがあるから。あっちに行くんだよ。ジャンプして壁走りして、壁キャッチだ。うん。角度うまくやんないと壁キャッチができないよね、やっぱね。痛い。意外に難しいかも。ジョバニーさん、これどうしますか？え、今日ここ、うん、それであれですよね、なんか用意してあるとかなんとかっていう。え、時間が、え、そんな時間かかんの。ああ、なるほどね。こっから船まで乗るのが一応ミッション的にね。そうでしょ。来た道戻るだけじゃないの。じゃないっぽいですね、どうやらね。今の池ってことよね。うん？ん？帰るための謎解きがあるってことは、うん、さっきの道を行けってことだよね。多分ね。それか、まあ、なんか帰るルートを、まあ、うまいことってことですよね。まあ、あの、あそこを開けなくても、多分、そう、あの、緑のとこが増えてるから、そこで戻っていくっていう感じになると思うんですけど。うん、あいつ雑魚だから、カスってやつ。これでいきますか。はい。まあ、セーブはしてたからね。ワープ。最低フォースが、最低フォースがもうちょっと必要なんで。なんで緊張？なんで緊張してる？怒んな。くれ、緊張。緊張くれ。ああ、球体を動かすには力不足だ。大きさは？ごめんな、どこに向かおうとしているんだろうな。なんだろう、あの。くっほー。で、これやられるんだぞ、大丈夫か。じゃあスタートボタン押してもらって。はいはい、設定、はい、設定、うん、一旦ね、うん、タイトルに戻る、タイトルに戻る、長押し、はい、戻った。で、ロードね、うん、いやもうフォースが足りなかったんやで。フォース足りなさすぎんだろう。旅を再開する。キャッシーク？お、キャッシークに行けって言われたとこか。 59% 59% まで行ってるよ。戻ってきました、うん、あれ紙、うん、おー、なるほどね。59% ってすげえ進んでない。道の、おお、なんか爽やかになってるよ。レベルっていうかスティンパック5個もある。本当だ。
ライトセーバーの戦いですね。ライトセーバーの戦いを見せたかったんでって。スケジュールツリー。うん。ああ、いろいろね。いっぱいあるわい。いっぱいあるね。いっぱい見た方がいいよ。いっぱい見る。これいっぱいありすぎてわかんねえな。あ、ライトセーバースロー出た。ライトセーバーを前に投げて引き戻し、ライトセーバーの軌道上のすべての敵を攻撃する。あるある。投げて。うん。わい。LB 長押しからの Y ね、うん、スティック長押し気にしない方がいい回転キック、まあ、こんなのがありますよとあまあまあ一応あるんだね。あと少し待ってから防衛ボタンを押す。射程の長い特殊攻撃を行える、うん、ダブルブレードライトセーブを振った後、うん、少し待ってから防衛ボタンを押すと高威力の連続攻撃を行える。ダブルブレードライトセーブを振った後があるのね。ダブルブレードになってる。なえずっとやってるよ、うん、ぐるぐる、うん、なるほど。ディレイをかけりゃいいってことね。彼がライトセーバーの系で切り替える際に特殊攻撃を行う。どれが切り替えなんだろう。どれかが切り替えっていうのが絶対あるはずなんだよ。明日どれだ。いやこれえ違うの。切り替えってどれ。パワーアップしてんじゃないですか。え戻ってもらってライトセーバーのとこじゃないですか。カスタムして違う。好きに切り替えられる。閉じる、うん、閉じる閉じた。あーほんとだ。ダブルセーバーになった。マジかよ。カル強くなるね。はあ。おー。もうなんか勝てそうな気がする。任務完了したよ。まあ進んでいったらっていう要するに。あ落ちるんじゃないそれ。本当かよ。なんかおるじゃん。今奥になんか出ちゃったじゃん。え今なんか出たぞ。白い尻尾。つまりこいつ羽みたいなの。ああなんか可愛いよ。クワガタ。え何これ。クワガタ羊。よっ。え、あれ？かわいいわ。あれ？なにこれ？マシじゃないの？鳥みたいですけど。鳥だね。ん？真ん中行ってごらん。生まれたてかな？あ、やっぱりだ。生まれたてかな？生まれたてかな？優しい子なの？会話できるのかな？ああ！どうした？あれ？嘘。あゴリラーか来たー。またあったね。ナイスシスター。セカンドシスターがこだわる理由がわからないね。おごついぞ。セカンドはじゃれる癖があるが私は違う。 それに時間の無駄だ。横にいたすか。すぐに終わらせてやる。右足のメカだぜ。マジか。え、おじさん倒せるのこいつ。倒してやろう。おお。あ、ガードさんいる。あ、危ねえ。危ねえよそれ。おお、ナイス。感じろよ。今です、今です。あー、寄せ。おー、突き。あ、これ、やばい、体力がない。頼む、BD。 うわー、フォース使ってる。フォース使ってくる。やばい。あ、これ。あ、ぶねー。あー、ぶないよ。どんな修行も救ってくれないよ。フォースがない。フォースがない。使いすぎた。使いすぎた。フォースがない。全然無理じゃないですか。フォースを使いすぎる。 XP の回復。あー、これね。初ですらしいよ、ここまで。嘘でしょ。だから今のが出たんだ、チュートリアルが。嘘でしょ。そんな知らないの。ジュバンジさん、すごいですね。倒せんのかな。難易度、マスターですか。うん、そういうことだよね。これ、うん、またフォース使っちゃった。今は大丈夫ね。いや、セット中じゃなくて確か大丈夫やろ。いる。いるね。いや、いきなり押す。
おお、ナイス。遅い。マイだ。うわ。あ、遅い。うん。来た、今です。回復した。回復したダメージ与えていく。よいしょ。フォースある。怖っ。あれを止めなきゃいけないのかな。うわ。これは。もうない。あ、避けてないのか。PD 頼む。あー、ここで止められた。これは避けない。多分。残りの奴らを探そう。避ける。避けるとは。スローでライフ回復の隙を作り出せる、うん、スローとはお米ないおきつさんダブルセイバーだ。なるほど。あーそうだよね、ダブルセイバーにしてないね、本気出してないね、うん、みんなこれアドバイスがどこまでスターウォーズのアドバイスなのか、うん、セキロを引っ張っているのかわからない来たダブルセイバー、セイバーこれいきなりなんだよ。うわ、あたしだって避けるか。ちょダメージを与えたから一応経験値とか入ってきたね。おお、危ない、逃げて。うん、届いてない。あぶね、いや、当たった。虫けららしく死ぬがいいさ。死にたくない。安心しな。フォース全部食らうんかい。全部食らうんかい。フォース遅いよ。フォースだいぶ余裕持って使わないとダメだ。そう。残念ながらお米がないんですね。ないね。でも回復5回できるのにね。うん。ブレードを切り替える技を覚えてないですね。どうしたらいいの？ブレードだとね、多分早速だもんね。連打じゃなくてね、リレーかけなきゃいけないから。一発撃った後にちょっとほんのちょっと間を空けてもう一発切るみたいな。あ、普通に落とした。いや、戻った。戻った。うん、うわぁ、弾かれる。助けてくれ、助けてくれ、頼む。弱気を吐くな。うわ、うわ、危ねえ、避けた。うえ、ビディ、シムロ、よいしょ。うわー、ダメか。お前も楽しまないのか。弾いてるだけじゃダメだ。よいしょ、避けた。ちょセーブ食らってんだ。あー、なんていうことだ。これは、お、正解、そっちで正解。フォースがない。限界が近いから。フォースがない。すぐに頼む、BD。終わらせようじゃないか。弾いてもダメだ。弾けてないですね。いや、あそこでフォース使ってるか。これ受け、あー。受けられない。いい痛みだ。おし、そうでもない。今役に立てそう。あー、これはやばい。あー、まだ生きてる。危ない。あー、でももう心拍ない。あー、残りの奴らを探そう。これは普通に辛いね。うん。ダブルセーバーは複数の敵と戦う時用、シングルがいい、おすすめ。いや、普通に強いな。弾いてれば勝てると思ってしまっている自分がいる。これ絶対食らうな。そういうもんなんだ。ここだ。
する。だから今です今です今です。最高の音がすると思わないか。こう言われても戻ってきな。嫌だよ。怖いね。怖いですか。危ない危ない。いや右につけて。おお、オッケー。届かない届かない危ない。それはわかんねえな。どうやって避けんだろう。助けてくれ BD。 助けて助けて。うわ危ない。あーそれは。うわあフォース危ねえよって避けたのに。フォースが足りない。うわー最後にそれやってるのか。避けた。キリキリった。おイベントだ。おおおおメータル入った。どうしたどうした。クズとして悪くない。ありがとう。ジェダイとしてはどっちも同じさ。ステッチ台が一緒だと。ああダウンセーバーか。マジか。こっからが本番か。いや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 。あー突進。突進とは。おお。ここだ。おお投げる。あー素早いね。それは避けた。ビリ、助けがいる。避けた。避けないと。フォース。いやー、怖い。ジェダイも弱くなったもんだ。お危ない。怖えーなー。あー、ちた、た、た、た。危ないまで来てる。スティーブがねえのがきついな。避けるだと。ああ！続いた。投げられた。これはきついっすね。これはきついぜ。あれもう一回始めた。結構な時間。もうこんな時間だ。そうですよ。なんということ。江戸さんがサクッと倒せるとかないんですか。いやー俺だってやってないからね。あそこ俺壁橋しかやってないからね。今日でお前は最後だ。一回やったよね。なんださすがにこれはちょっと何回かやんなきゃ無理だと思うけどな。弾きのタイミングが分かりゃもしかしたらやんだけど。お前じゃ勝てないよ。初めてのボスですね。初めてなのかな。危ない。おお危ねえ。今だ BD。 ああ、うん、確かにね。ヒュートリアルでしょ。でもヒュートリアルだね。一瞬にして終わったってなる。チュートリアルだってことは知ってるよ。おお避けた。避けたってこと。サーブできた。危ねえ。おおナイス。おおなんかマジキが成功したからかなんか出た。今のかっこいい。これガードできる。おおナイス。怒った怒った怒った。待ってやるよ。何をだよ。危ない危ないよ。スティムを投げろ。投げてお願い。うわあ、遅っ遅っ。はい、はい、あーちょっと、まあまあまあ、これはよいしょ、うん、危ない危ない。ダメ動かねえ。お前じゃ勝てないよ。いや、勝てる気がしますよ。おお、何これ。おお、ぶねえ。危ない、それは。およ、よけ、負けるぞ。来ないで来ないで来ないで。何してんの。すげえ、なんだ今の。よいしょ。おー、またクリトル入った。ビビ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 ビ
危ない危ない危ないからちょっとなんで後ろ向いてんだ本当かここまで来たのにここまで来たのにくー B だったよB だった悔しいねあやべマイクに多分かぶっちゃってた悔しいわいけそうでしたよ。いけもう今のは俺ちょっといけると思ってた。俺も思った、うん、ただ背中に連続攻撃を背中に連続攻撃を食らってしまったのではいそうっすねラストワンこれで終わりですねはいスタートボタン押す今覚えてるスキルが左に出てるスロー、うん上プッシュプル使うかどうか分かんない引きつける、はい、L トリガーもうあるのでなるほどうんもうでもさっきの左手中指を俺に今から使えというのはなかなか酷ですこれこれ火力回復する避けるうん、それいい避けないとおぉ助けてくれ、BD 火力回復ボタンをね、移動しながらすっと押さない自分がこれ、嘘俺何もしないいや、それはビーデうおそれはよー、かわしたこれ今です、今です、今ですいけない、いけないビーデ助けがいるちょ、引き寄せるんかい今だ、ビーデ受けたあ、届かんどちらからくたわるラテロか、人間か何を言ってるんだ分かんねえフォース、いい痛みだ俺にフォースをもうちょっとでフォースがたまる俺にたまったたまっでもこれはよいしょうわぁ、危ないあれ正面か正面だねフォースダブルセーバーに変わった今だ、BD投げてくれ、おー、避けたフォースが欲しい切らないとフォース投げたね来るよおー、あ、おっ逃げるなまだだよまだ倒れるんじゃないよ嘘でしょあんたではないか、最悪ガードでもいいけどねうん危ねえ、うん、フィータル X! X!あぶねえ回復ないですないですよしあんない、はい、うわあああああはあ悔しいなあ来そうでいけない感じがあれですねさっきよりできてないですねさっきよりできてないですねさっきのも良かったですねさっきだいぶ良かったよねフォース、うん、フォースがなくなってるのに、うん、Y ボタンを連打してしまうそうだね意外とフォースたまらない切らないとたまんないからねでも切りに行くだけの度胸がない絶対捕まれんなこれは多分ね確定です3回4回のもあるんだよなよし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 あ、いえ、敵が来てますあ、これだめ、ちょっと回復ボタンもマップ開くボタンと間違えますわなはい
2月12日ワンツーワンツーの日になりました。あ、なったんだ。さっきがね、いけそうではあったからね。ねえ、うん、あれが本当ダメだったらもうね、うんうん、やってないですよね。そうだね。嘘やろ。食らうんかい。この程度かい。負け惜しみを。おやおや、今です。危ない危ない。手を貸してくれ貸してくれ。うわいか。おおおお、よいしょ。おお、フォースを使わせない。スタート。うん、正解。アダンバイン。はい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 。これで今です。おお、来た。フェイタル。XXXX。半分で一回フェイタル入るのか。危ない。来るな。うん、これはジャンプ。おお、避けた。ああ、当たっちゃったか。危ない。よく避けたな今。何ボタン？何ボタン？ビビ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 ビこれ、前ジャンプ。ほいうん、まあまあ今のはダメージは受けた。感じないね。感じてくれよあー、フォースそこでか。まあまあ、まあ、無駄フォース無駄フォース危ない体も、あ、届かない。やめて。これは一回回復したいね。今だ、BD 来るよ。避けて。うわ、当たったか。突進が一番当たらぬ、当たる。よいしょ。フォースはね。あ、嘘。今ダメだったの。前ジャンプ。あ、ちょ。横ジャンプでもいけた。あれ。やってない。危ない。いけて。フォース。危ない。危ない。からの。危ない。BD 頼む。これ、来るよ。避けて。避けた。今です、今です。危ない。後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。攻めすぎない。後ろ、後ろ。フォース。もう一回、来た。フォース余った。逃げるな。まだだよ。今だ。あー、そんないだと。来るで。行け。あ、フォース。ない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 。避けた。あー、生きてる、まだ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 生きてる。あ、これなんか、なんか、あ、これを、まあ、ジャンプ、前ジャンプがいいけど。オッケー。突進が来るとやばいな。いつか。これは、避けた。この程度かい。あー、まさか、どうしよう。いけー。うわー、腕で切った、腕で切った。さらば、おわー、どー。やりましたー。終わりだ。尋問官に引き際なんてもんはないのだ。嘘だ。なに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 、嘘すべてを失っている。腕くらいどうでもいい。あ、あ、フォースの力で。私は元ジェダイよ。お前も元。でも今は違う。あんたもそろそろ。嘘だ。どうなの。え、まだだやん。わかってる。これからあんたはこの人と思う。そして手足や友を失うのよ。嘘だろ。嘘だ。もう無理や。させはしない。もう無理よ。おじさんのスティンパックはゼロよ。俺が止める。いけいけ、カル。よし、カルカルカル。ああ、尋問官を倒した。倒したぞ。
ああ、やった。よくやったー。今フロムだったらもう一回あそこ回ありましたね。もう一回ありましたね。早く戻ろう。シアとグリース。いい絵でよかった。いい絵でよかったわマジで。危なかったわ。うん、危うく暗黒面に落ちるところです。フロムだったらねえもうあれですよ、スタオさんが横で全く言ってんじゃないよっつって終わるわけねえだろっつってね、本気出してくるところだった。うん、いや危なかった、うん、とても楽しいゲームです。激しかった。はい、いや、はい、というわけで2週にわたって遊んできました。疲れたわ。ジェダイフォールモーター、はい、とても盛り上がる、はい、ゲームでございます。疲れたね。アクションも楽しい、はい、戦いも楽しい、そうですね、うん、そしていろんな技を使って、うん、自分のジェダイとしての力を、うん、引き出していく、うん、育てる楽しさもある。これはもう遊び尽くすには何年かかることか。これ放送でレギュラーでやってたらマジでまた8ヶ月とかだぜこれ多分。8ヶ月で終わんないんじゃないかな。わかんない、いやー赤色よりはかかんないとは思うけどね。半年ぐらいかな。慣れればね。そう、今までにないこのコントローラーの、うん、これ人差し指がね、今までと違う感じですよ。あの単純360コントローラーだからね。そうそう、今まで PS4 のコントローラーで鍛えてきた部分ではない部分をまたこれで鍛えなければならないということでですね。コントローラーがあるんですね、差が出ましたね。半々やっぱ両方使っていかないといけないなと思ってますね。3ヶ月で無理だろうよ。俺は赤色3ヶ月と言われていた、ね、言われてたからね、うん、はい。まあ、もう一周やってもいいんですけど、うん、ちょっと来週はだってここに来るまでしかできないからね、うん、来週そうどっちみちだからね。どっちみち、うん、ここまで来れたらラッキーだよ。そうですね、多分来れない。ここに来るまでに、あだってそれ 59% って書いてあったの。あそうだそうだ、無理だよ。そうだったんだ。まだ惑星を探してっていろいろ行ったり来たりしながらも、うん、そうそう、でやっとここにたどり着いた、なんか鳥ちゃんをなんか手に入れたかったんだと思うんだよ。あの鳥何だったんだろう、分かんないんだよ俺らには。クワガタの角が生えたような鳥でしたけれども、うん、そう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 、はい、だからね、うん、まあ、ここから皆さん自分の力でね、力で、いや面白いと思うから、うん、すげえいいゲームなのでぜひ。あの滑ってくのとかね、これ今までにないスーパーマリオ64ですよ完全に。もう懐かしい感じ。そうね、うん、単純にまあスターウォーズ好きっていうのもあるから、うん、ストーリーが本当気になるのは大きいですね、そうですね、うん、まず、うん、そこが BD 可愛いしね。 BD 可愛い、うん、BD は超可愛い、超可愛いね、うん、これはずるいね、欲しいね、うん、なんかその R2D2 だったりとかさ、うん、BB8 とか出てきたけど、うん、こいつやばいね。こいつトップレベルですね。かなりやばいです。僕の中で BB8 超えてますから、ね、そうだよね、はい、これもねちょっと BD1 はやばい。 BD1 これずるいわ、欲しいよね。フィギュアに死骸があるよ ね、 ね、うん、確かに、うん、こう動くので家に欲しいもん、こんな足の動きが可愛い ね、ちょこ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 さ、うん、これはいいわ、はい、はい、まあまあということなんですけども、うん、ジェダイフォールンオーダーは、うん、まあ、今日で終了させていただきたいと。なるほど、はい、じゃあ僕はもうジェダイマスターになったということで、奈落グランドマスターになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれを抜ける人はなかなかいないんじゃないかな。うん、さあ果たしてメテオとアグニャンは見ていたのか、もう気になりますけどね。すぐ見つけたよ、あのなんかボゴンボゴンって柱が飛んでくるところのアイテムなんかすぐ取ったよ。俺言わなかったらスーって言ってたりしますけど、うん、見つけなければ別に見つけなければ取らなくてもいい。見つけなければ取らなくてもいい、ね、見つけちゃったら取るけど、はい、うん、で来週なんですけども、はいはい、来週も何するんですか。やります。来週もやる。スターウォーズを、スターウォーズをやる。やる。これじゃない。ムービーってあるんだっけ。あります。じゃあこちらです、どうぞ。
force is more powerful than you can possibly imagine. Follow me and I will instruct you in its ways. You will need the force if you are to survive the path ahead. Your anger makes you stronger. Incredible, Captain! How are you doing that? You can unlock the secrets of life and death. Defend yourself. Impressive. Catch me up. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. Don't move. お気はんケノビよ、なんだ貴様にも暗黒面がある。その力を来週取り出してみせる。そんな、せっかくジェダイマスターになった。はい、というわけでですね、来週はなんと、スターウォーズつながりでですね、すげえ楽しそうな映像が流れておりましたけれども、オキュラス専用ソフト VR でございます、うん、まあちょっと最近 VR ばっかやってて申し訳ないところもあるんですけども、いやちょっとね、お正月は VR ですよ。そう、お正月じゃないけどね、お正月はみんな家族で VR 楽しんでください、ね、うん、せっかくちょっとフォールモードやったのもあったので、うん、オキュラス専用ソフトのですね、うん、ダース・ベイダーイモータルというですね、イモータル、今エピソード 1,2,3 と出ております。ほう、はい、で、2の方をちょっとやっていただこうかなと思っております。何か違うんですか？ですね、まあ、ぶっちゃけた話すると、うん、1の方は、結構ストーリーメインというか、うん、7割ぐらいストーリー見てる感じになっちゃうんですよ。なるほどなるほど。そうそう、戦う部分がちょっと少ないのもあって、うん、あと、1の時はエピソード1は、うん、まだフォースが使えません、うんうん、ライトセーバーは使うんだけど、うんうん、なので、2からはフォースが使えるようになる、まあ言ってしまえばダース・ベイダーに教えてもらうんですね。え、はい、先生、はい、がダース・ベイダーで、マスター・ベイダー、ベイダーマスター・ベイダーに、はい、ベイダー教にっていう形なんですけども、フォースがまあムービー見ていただくとかあるんですけども、はい、フォース使ってたでしょ。使ってた、そう、なんか使ってた、うん、こう石とかを、はい、うん、投げてとか、うん、あともちろんライトセーバーも使うっていう感じだったので、うん、そちらからちょっとやっていただこうかなと、うん、で、なので1のストーリーに関してはちょっとこっちで動画だけ、うん、プレイした動画をちょっとはしょったやつで、うん、ほうほうほう、なんとなくのこの、まあ、あらすじこんな感じでベイダーさんに、うん、コースを教えてもらうことになりましたよと、なりましたよっていうところはちょっと作っておこうと思いますので、はい、それを見てから、本編に入ると。楽しみじゃ、うん、ついに久しぶりの VR じゃ。まだなんだろう、2の方もフォースのとこちょっとまだ私やってないんですけど、うん、1の方のライトセーバー振るって、うん、さっきほらこのフォールオーダーの方でやってた、うん、ブラスターを弾くやつあるじゃん、うん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 、あれとかが意外とね、うん、あ、やべえ、俺ジェダイってなる。いやいや、うん、シスの暗黒教、まあ、シスなんだけど、そうそうそう、暗黒教でしょ。非常に楽しい。あ、ただ意外ちゃんと弾かないと、うん、
そのちゃんとその敵に向かって狙った方向に飛んでいかないと。そう、こっちでこっちの方でペーンとかやるとチュンピーンみたいななるから、その辺はちょっとクソエイムがどうかが関係してくるんですけども。いやいや、もう、はい、ジェダイマスターとしての潜在能力はね、うん、今日で高めましたから。おお、はい、ちょっとね、あのフォースの力に、うん、はい、VR で染まっていただこうかなと思っております。めちゃくちゃ楽しそうじゃないかはい、うん、来週も21時からやります、うん、はい、21時からでございます。真夜中の運動じゃ、はい、真夜中、うん、真夜中か、真夜中だろう。そうか、うん、はい、でですね、うん、来週実はですね、その前の時間19時から、うん、5年生代表沖津くん会員限定放送でございますまた疲れる前に疲れることやります。でも今回疲れないよ、そんなに。そうですか、うん、何するんですか言っていいんですか。言っていいんじゃないですね、大したことはしません。仏を塗ります。ニスをニスニスをだってみんなね、コメントでさ、ニス塗れって言ってたじゃん、あの時。ツルツルだってね。そうだから、メリハリがないってね。そうそう、だからニス塗って完成版にして1月の沖津仏公開に向けて完成をさせますよ、うんうん、会員限定放送で、うん、ああニス塗ったことないからね。わしも紙粘土に、うん、あの紙粘土で作った貯金箱にニス塗ったのが最後の記憶よニスは塗ったことないよ、はい、うん、なので、まあ、ニス塗りながら、うん、みんなとフリートークします。なるほど、はい、分かりました、まあ、1時間ぐらいなんでね。分かりました、うん、うわニス匂うかな、それだけが問題だな。また窓を開けて、窓開けたままでやるしかない。まあ、冬に窓を開けてうわ、水性のニスでいいんじゃないですか。あ、うん、そうだ ね換気しないとやばいですね、うん、水性だったら大丈夫だよ、うんうんうん、あとハケね、ハケか大丈夫かな、いろいろ心配になってきたいやいやいや、大丈夫でしょ。大丈夫かな、うん、はい、小学校でも使っていいような、うん、ああそうだね、そうだね、そういうのにしようね、うん、分かった、はい、というわけで来週は19時から、はい、会員限定放送で5年生代表沖津くん、はい、ニス塗り、ニス塗りの巻、はい、です、うん、で、21時からは、ダース・ベイダーイモータル VR のソフトでございます。こちらをオキさんが、暗黒面に落ちます。はい。オキアンケノビが暗黒面に落ちるということで。はい、はい、来週2本立てとなっておりますのでよろしくお願いいたします。ね、はい、12月20日には、うん、スターウォーズ最後の劇場版も、うん、そうですよ。はい、うん、上演になりますので。本当直前だもんね。そうですそうです、うん。もうすっかりスターウォーズの宣伝がすごい。うん、勝手に宣伝しますそうだね勝手にスターウォーズの宣伝、ね、映画直前だからっつってスターウォーズ祭りになってますけど。そうですね、はい、うん、カイロレン、うん、カイロレンの声は源ちゃんでおなじみ津田健次郎さんですかね、吹き替え版はね。あ、そっか、俺吹き替え版で見てないから分かんなかった、はい、そうなのか。そうですからね、吹き替え版でもじゃあ見なきゃダメだな。さあ見とこう。悪い人なのか、うん、いい人なのか、悪い人なんだろうか、そう一応そうですね、そうなんでしょうね、シス側ですね、うん、はい、完結編でございますので、うん、そちらもお楽しみに。楽しみに、はい、よろしくお願いいたします。これを機会に皆さんスターウォーズを見てください。見てください、はい、以上、はい、じゃあ小木さん、はい、最後自分の告知をして終わってください。自分の告知ですかはい、そうですね、うん、今日ナンバー24の先行上映会の一般発売が開始されました、うん、今日じゃないか、もう昨日だけど、昨日21時から。ああ、なるほどね。まだ時間変わっ、時間前、日にちが変わる。3時間前の話。はい、そうですね。うんうんうん、なので、うん、チケット残っていれば、いればぜひ、はい、いらしてください、うん。変な外国人やってますんで。そうなのね。はい、変な外国人、はい。かっこいい変な外国人やってます。かっこいい変な外国人。はい、うん、ぜひ、はい、お申し込みください。はい、あと来週ん、うん、再来週、うん、来週、うん、さ、回繰り返すね。分かんなかった。来週はあの、うん、ジャンフェスですね。うん、ジャンプフェスタ2020、はい、うん、配給ステージに登壇いたしましたので、はい、ジャンフェスいらっしゃる方はぜひ遊びに来てください。うん、土曜日ですか？日曜日ですか？土曜日です。土曜日です。うん、で
次の日曜日は新潟で朗読劇フォアレーゼン大変でございますので、うん、ぜひ新潟新潟近くの方々は新潟近くの方、ね、はい、うん、ぜひ、遊びに来てください。はい、はい、うん、まだ台本はいただいておりませんので、はい、そうだね、はい、お楽しみでございます。はい、うん、はい、広若上映会って言ってますけど、広若上映会もやりますね、うん、劇場版、はい、うん、劇場版じゃないですね、劇場じゃない、劇場でか、そうですね、先行上映みたいなやつ、最新の2話をですね、うん、はい、大阪ファットガム事務所の3人でですね、うんうんうん、トークショーをしたり先行上映したりということで、やかましいステージになるかと思いますのでこちらもいらっしゃる方はぜひ、はい、はい、うん、にぎやかにね、楽しんでよろしくお願いします。行きたいなと、はい、そんなところでしょうかね、忙しいですね、末はね、はい、はいはい、でございます。はい、ではですね、うん、江戸さんから NGC のお知らせでございます。はい、明日シタデルでございますね。シタデル。ついに明日の放送以降ですね、うん、建築が解禁になります。お、はい、建て放題。うん、建て放題なんですが、10ギガのうち、うん、全容量10ギガなんですけども、うん、そのうち今現在が 2.3 から4です。お、使っているのがね。3倍使える。今の3倍使えるんだけど、うん、うん、やりすぎんなよと、うん、まあ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 落ちたらもうしょうがない、まあその時はしょうがない、その時はしょうがない、一応こっちでね、あの容量とかはある程度見たりはするんだけど、うんうん、そろそろやばいぞっていう時はじゃあ教えてください、うん、そう2日とかで8ギガとかになったらちょっと待ってお前らともうそれ以上はやめておけと放送までにできなくなるから8ギガ超えたら、うん、もうやめろっつって、もう8ギガほどきてるの結構やばいけどね多分ね、ああ正直なところ、そう、はい、ちょっとね、あの本当に序盤二進によるカタストロフが起こる可能性があるので、うん、建物ジェノサイドが起こる可能性があるんで、うん、ダメです、うん、そう、これはもう無理です、神の怒りが、うん、はい、はい、リソース起こる可能性はゼロじゃないので、はい、ですけども、まあ、明日はすで、に後藤さんのキャラクターはレベルが36でした、うん、で、ね、市川君のね、うん、やつあのキャラクターがね、うん、43っていうね、を超えている、なんで超えてんのこの人っていうちょくちょくプライベートでやってるっていう、だから顔色が悪いんだな、そんなことはないじゃないの顔色が悪かったぞ、悪かったの、この間お会いした時はゲーム遊んでるな、あのスタデルやりすぎんなよって今度現場で会ったら言ってください、うん、楽しくやっちゃってますんでね、はい、なので、まあ、明日も視聴者参加でやりますので、はい、40人まで入れますのでね、入りたい方は放送サーバーぜひ入っていただいて一緒に冒険しましょう、はい、よろしくお願いいたします、お願いいたします、はい、明日もゲーネスもありますんでね、うん、明日は、なんだっけ、何やるっつったっけ、13騎兵だっけ確か、お、うん、明日はねゲームプレイの、ゲームプレイの日、動画の日なんで、うん、はい、メテオとアグニャンが、ゲームに挑戦してるやつをやりますので、19時半から1回目流して、多分終わってからもう1回だと思います、うん、はい、2回目はですので、よろしくお願いいたします、うん、お願いいたします、はい、で金曜日は放送ありません、完全にありません、お、はい、次のね14日の土曜日の、ファイナルファンタジー14の14時間放送、うん、こちらのちょっと準備でですね、あのスタジオ、向こうのスタジオ入ったりしなきゃいけないので、なるほど、はい、すいませんがちょっと放送なしとさせてください、よろしくお願いいたします、14生放送までお楽しみということで、ね、でございます、はい、はい、以上ですよ、はい、本日も0時25分までありがとうございました本当にありがとうございましたそれでは年の瀬も差し迫ってまいりましたけれども、はい、皆さんお体にお気をつけて、うん、素敵な夜をお楽しみください、うん、来週もフォースと共にあらんことを